始まんない？始まるかな。来た。お、来るか。来る。来た来た来た。こっちか。あれ、こっちが始まんないな。確かに。こっち始まんない？あ、始まってる。あれ？え？こっちが始まってない。なんでだ？なんで？こんにちは。こんにちは。あ、始まった、始まった。あ、そうそうそう。こんばんは。こんばんは。聞こえますか？つながった。あ、こんばんは。あ、音大丈夫ですか？あ、つながった。あ、見えました。見えました。おお。音聞こえてますか？おお、すごいすごい。聞こえてるかな？映ってますよ。わ、すごい、ちょっと出てる。すごい、大丈夫かな？今そっち行くかな？ちょっと、見えてるかな？おお、すごいすごい。聞こえますよ。はい、よかった。はい。じゃあ、上から読んでいこうか。はい、皆さん、はい。言って。北条さん、しのさん、せい、もあ、じゃんさん、ライオンさん、さとみさん、犬好き豆チャンネルさん、グラスさん、リサさん、トシミンさん、緊張、F マンタさん、リョンリョンさん、カズピョンさん、ゆずぴよさん、トモミンさん、西めぐさん、あやはるさん、ゆうすけ関戸さん、おい、どこまで読む？犬はメルモさん、いいんじゃない？ちーさん、あ、聞こえた。お、こんばんは。ありがとうございます。トメトマヤポです。トメトマヤポです。ペッコリ。ありがとうございます。わー、たくさん来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。あやあるさん、りんさん、加藤さん、あ、じゃあ、ちょっとじゃあ慣れなすぎる、どうする。すいません。あ、そっか、見えますかね、これ。え、あ、簡単に登る山って。あ、そうそうそう、これトークテーマ決めてみました。一応決めてみました。見えてる？うん、見えてる、ね、見えてる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 。じゃあその前に乾杯しようか。そうだね、そうだね。はい、スタートしました。はい、じゃあ一応今日プチ忘年会ということで、はい、乾杯を、乾杯をさせていただきます。はい、これ視聴者さんにもらったオリオンビールです。はい、いただきます。あとこれも今一応使ってます。使ってますよ。はい、はい、じゃあ皆さん、はい、えい、開けました。はい、じゃあ行きます。はいはい、じゃあ今年も1年、はい、お疲れ様でした。うん、はい、今年も1年お疲れ様でした。乾杯。はい、乾杯。あー、うまっ、はい、久々に飲んだ。美味しい。わー、あー、ちょっと待って、美味しい、美味しそう、美味しそう、美味しそう、はい、どうしよう、やばいやばいやばい。オリオンビール美味しいですよね。美味しいですよね。大好き。あ、ナイジェルさんもいるし。あー、ちょっと待って、追いつかないな。ちょっと待って、そんなことってある？ちょっと、うわー、あー、すごい、ありがとうございます。たくさん来ていただいて。ちょっと今追いつけてなくて。タルワイさん、あー、こんにちは、ナイジェルさん、あー、今日はね、精神じじさん、トンちゃん、あ、トンちゃんって、トンちゃんかな、ヤッホー、確か、岩井さん、あー、なんかコメントいただいてる方もいっぱいいるね、うん、コーヒーキサさん、うん、カコさん、ちょっと神、神神ごくごく聞こえたって。え、マジで嘘うわー、KP、 あ、楽しみにしてました。体調は大丈夫ですか？あ、そうそうそう、すいませんね、昨日、昨日、あの、そう、昨日ね、夕方家行った方いたらすみませんね。山を楽しめばね。そうね、ちょっと、ね、やっぱ大事をとって。今日もあったしね。ん？今日のこともあったしね。今日のこと？いや、ライブ。ああ、そうだね。大事をとって。うん、すみません。はい、ちょっと待って。あ、コースターありがとう。うん。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。体調の中は全然もう今は大丈夫です。よかった。はい。
200超えたよ、だって。ちょっと待って、そうなの、そうなの、うちもちょっとやばいのよ。本当だ、すごい、やばいよね。どうしよう、大丈夫か。マジで本当にありがとう。高島さん、こんな止めないと乾杯できて、できるの嬉しいですね。高島さん、昨日すみませんでしたね、昨日龍ヶ岳行ったよ、行ったみたいで、うん、あと今日はあれだよ、おつまみ。おつまみ、あ、そう、今日のおつまみ、おつまみあるんですよ、今日。今日ははい、ポテトそうとトマトマヨで、トメイトマヨポです。はい、これが今日のおつまみです。はい、じゃあ食べる、食べる、今今いい、まはい、皆さんおつまみありますかね。あ、レオとシンバいますかって。います、います、シン、シンバくん、ほいほい。はい、レオとシンバ、はい、います。います。もうね、いろいろ全部終わって、うん、この子たち的にはもう何もやることがない。ね、よかったね、シン。ほら、世界行ってる。こんばんは。こんばんは。はい。おやすみ。あ、あ、そう、チャンネル登録者4000に超えまして、おめでとうございま す。ありがとうございます。まさかの、まさか ね。ありがとうございます。嬉しいよ ね。嬉しい。そうなんですよね。で、5000に行ったらライブしようかなと思ったけど、さすがにちょっと、ね、目標はね、そうそうそう、高く、うん、そうだね、はい、そうプチ忘年会にしました、はい、テストからだいぶ経っちゃったよね。そうなんだ、だからちょっと不安だったけど、もう今までの緊張がもうやばかったよ ね。なんか意外と今日来ないかなと思ったけど、うん、来てくれてありがとうございます。日曜日、ちいさん、みほさん、髪切りましたか。おー、さすが、すごい、切りました。うち気づかなかったもん。すごい、ありがとうございます。さすが、楽しく飲みましょう、飲みましょう、はい、いやちょっと待って、トメイトマヨポワラカズキさん。そうなんです、ポテトとマヨとケチャップでね、あ、どうしよう、我が家も子供を見てみ、見てます、だって。わー、ありがとうございます。なんかさ、ちょっと待って、うん、お、今おつまみ今作ってますよ。あ、作ってるんですか。わー、何作ってるの。カニせんべい、カニせんべいいいですね。レオシンバもお利口さん、あ、そうなんです、もうおねむのワンズ、そうなんです、そうなんです。こんばんは、はじめまして、よく見させていただいてます、ありがとうございます。 TY さん、おめでとう、ありがとうございます。あ、リサさん、我が家も犬たちと見てますよ。あ、え、犬、ワンちゃんたちと、ね、フィールドスタイルで、ね、会えなかったんだよね、会えなかったんですけど、ワンちゃん会いたかった、ね、ワンちゃんもリサさんも会いたかった、ね、ありがとうございます。あ、トメイトマヨポって名前の由来なんですかって。そう、それ、今あれなんですよ、ポテトとトマト、マヨネーズ、これが実は由来なんです、うん、居酒屋で YouTube やるかどうかっていう 話してる時に、うん、目の前にあったのがこれで、このトマト、マヨネーズ、ポテト、うん、で、トメイト、マヨポです、うん、で決まりました。はい、なんで今日はこれがつまみです。はい、不思議な名前だよね。お二人は一緒に住んでるんですか。今住んでないです。昔、うん、シェアハウスしてたね。ね。はい。なんで、ま、家は、はい、ここ私の家、うん。そうそうそう。あ、やばい、まあ。よく行き来はしてます。はい、はい、え、ちょっと待って、やばくない？萩さん、最近顔面偏差値上がってない？うわ、やった。おお。よくでも可愛いって言われるもんね。嘘。あ、言われる？山でさ、視聴者さんに会った時に顔小さいって言われるじゃん。あ、それでもさ、あれだよね、やっぱ動画ワイドにしてるから。あ、そうね、広角にしてる、ワイドにしてるんで。みーさん、トメイトメポさん動画見て、私ならここ登れそうと思って、あ、ここ山行ってきました。あ、めっちゃおすすめ、ね、よかったよね。うん、いいね、いいですね。ポテトはマックが好きです。マックです。あ、そう、マックです。今日マック行って買ってきました。加藤さん、うちは海鮮鍋です。え、いいな。加藤さんの、加藤さんかなって。え、え、あ、あ、また12月23日キャンプで会えますかねって。あ、23日ダメなんです。そうなんですよ、私が予定があって、ね、行けないんです。なのでね、そう、残念なんですが、あ、
こんばんは。インスタライブかと思ってました。あ、ごめんなさい、 YouTube ライブって入れてない？いや、 YouTube ライブって入れてると思ったけど、すいません、インスタで多分言っちゃったから、言ったってか、まあ流行ってるから、ね、あ、そうそうそうだね、確かに。ライオンさん、平山、あ、てっちゃんと二人で見て、 ありがとうございます千葉のワンコと泊まれることですごく参考になりました。あ、すごい良かったですよ。ぜひぜひ。ちょっとでもあれなんだよね、あのプライベートドッグランがついてるからね、ちょっと料金的にはちょっとあんまりあ、ちょっと高めですけど、そう、うちのワンちゃんたちが他のワンちゃんに吠えちゃうんで、うん、どうしてもそういうね、プライベートドッグラン付きとかになっちゃうんだよね、うん、柵が高いとか、うん、でもめっちゃおすすめです、うん、いつか山で直接お会いしたいですね。ぜひぜひぜひ。もう本当にあのいつもさ声かけていただけると、うん、本当にもう一気にさ疲れがさ、うんうんうん、一つもなくなるよね、うん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 、本当にありがたいですね。本当そうそうそう、ハリちゃん実物可愛すぎだって。マジか、やったやったじゃん、やったやっぱね、ワイドにしとくべきだね動画は会った時のこうギャップがね。そうだね、はい。好きなお酒は何ですか？あ、好きなお酒はビールあー、なんだ、最近無糖のグレーフル、あー美味しいですよね、うん、今どこ飲んでる？あ、カニ鍋一応おめでとうございます。本当にそうです、ありがとうございます、見ていただいてありがとうございます。本当カニのおかげなんですよね、本当にカニがいい出汁を出してくれたんです。ナイジェルさんありがとうございます。あ、ナイジェルさんありがとうございます。パタ、あ、パタゴニアのビール、そうなんですよ、私たちが、さすが、気づいていただいて、そうなんです、ナイサトにね、多分でもお土産でそうだよね、かぶってなければうちらかな。あ、確かにかぶってなければ私たちですうん、うん、あのタイミングだったそうかもね。ね、そうだね、ありがとうございます。あ、どうしちゃったけど、お嬢さん、お二人こんばん、こんばんは。今年は山動画以外にこのコーナーで楽しませていただきました、来年も手長くね一応仲良くはやってるつもりです、まあ、喧嘩も多いけど揉める揉める、すごく、うん、あ、ムクシナ夫婦さん、オーディナリーデイズ、ありがとう、ムクシナ夫婦さん、こんばんは。フィールドスタイルでお会いしてご挨拶させていただいてありがとうございます。ありがとうございます。あれからあの結構動画も見てて、ハマりましたムクシじゃないですか、ね、あの白馬のとか、うん、なんだっけ、ビタミンチクは、あ、知らないか、あ、すいません、ちょっと面白かったので結構あのじわじわくる、うん、ちょっと車のなんか見てるよ、あれね、うん、あれ欲しい、欲しい、なんていうんだっけ、パープみたいなやつ、そう、車のついてるやつね、出てこない、出てこないんですけど、うん、あれすごい憧れますね。そう、ちなみに今日の動画も見たよね、さっきかけてた、あ、そうそう、今日アップされた動画もさっきかけてました。あ、待って、ヒロキャンプさん、フィールドスタイルで斉藤さん、どうも。ヒロキャンプさん、ハギがお世話になりました。一人の時に、そう、一人で斉藤夫婦さんの列に並んでる時にお話しして、ね、お声かけていただいて、なんかもうドギマギしちゃったもん。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、そうそうそう、ケチャップとマヨネーズ混ぜてオーロラソース。そうなんですね。結局、ね、オーロラソースだよね。そう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 。あ、ソーチンさんだ、そう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 、ヒルドスタイル、ゴールデンスタイルさん、いつもコメントありがとうございます。 ありがとうございます。みほちゃん、あぎちゃん、こんばんは、こんばんは。翔平奥田さん、ステッカーの絵がかわいい、おー、あ、どこどこどこ、あ、ありがとうございます、ありがとうございます。ハギが書きました、書きました。ほしみんさん、我が家餃子とビールです、ポテト食べたくなってきた。いや、餃子いいですよね、うん、絶対ビールだ、ビールには餃子、餃子にはビール、うん、そうそうね、よいちさん、あ、ステッカー欲しいです、ステッカー、ね、渡したいよ ね、ぜひ山で会ったら、ね、そうなんだよね、そう、持ち歩いてるよね、いっぱい、うん、そうもしもの時のために、そうそう、今日も追加したしね追加しました。よいちさん、とめまよのゆるさ最高、あ、この前佐野島の駐車場で、ね、佐野島の駐車場まで来ていただきありがとうございました。あ、え、 TY さんって佐野島が話しかけてましたね、話しかけすぎましたね。ああ、たくさん話した。あ、一番、うん、最初に山頂でも話した。うんうん、あ、いや、そう、だから実物も可愛すぎたってさっき言ってくれたよね。ありがとうございます。あ、トンちゃん、日曜の夜だけど二人に癒されてます。トンちゃんだよね。いつもありがとうございます。はい、ありがとうございます。キャンプワンコさん、あ。
斉藤風さんの深い行きます。あ、行きます。よろしくお願いします。あ、ぜひ楽しみにしてます。ライオンさん本当に性格よくて楽しい方で、あ、性格は良くないよね多分。良くないのかな常に怒ってるみたいになってるもちろん。そんなく、うん、え、西めぐさん、この前上野持ってきました。紅葉綺麗でした。行く前にとめまえちゃんたちの動画を見てから行きました。わ、ありがとうございます。ありがとうございます。今そうですよね、紅葉、うん、すごい綺麗な、うん、今いい時期なのかな。そうそう、ね、大山が出たからさ、じゃあ前、はい、1個目いっちゃう。そうだね、早い。いや全然、一応元旦にテーマがあってね、山、はい、元旦に登る山、これってちゃんと見えてるのかな。あ、見えてる。あ、見えてる、見えてる、うん、はい、元旦に登る山、発表します。うん、せーの、大山大山に今年も行きます、うん、今年も行って山頂の神社でお参りします。うん、うん、初詣して、うん、で、うん、っていうのを今年もやろうかなと思ってます、うん、はい、一応予定では、うん、そうだね、元旦、はい、で特に初日の出見るとかではないので、そうそうそう、そう、ね、夜から行ってとかではないんですけど、うんうん、ね、もしお会いできたら嬉しいです。え、男坂女坂どのコース行くかちょっとまだ、なんだっけ、日向薬師だっけ、あっちの方から登るのもいいよってこの間友達に教えてもらったじゃん、うんうん、ね、確かに、うん、ちょっとコースはまだ決めてないんですけど、はい、ね、ルーメソデビール飲みたい。あ、そうそう、ルーメソデビール飲みたいんでバスで行きます。バス、うん、そうだね。加藤さん、夫がビール好きです。おー、ビールはね、もう鉄板ですよね、うん。でけえ丸さん、いつも楽しく見てます。さっき三峠から下山したところで帰りの電車の中で見てます。ありがとうございます。ありがとうございます。電車の中で、ね、漏れたら恥ずかしい。とめいさん、本名じゃなかったのか。とめいさんと前田さんの子。そうなんです、うん、そうなんですよ。そう、実はね、うん、由来が一応あるんです。そうなんです。おー、ステッカーありがとう。今から真似してポテトあげてみようだって。あ、いいですね。うちも絶対あげたてうまいよ。美味しいですよ ね。うちらもマックで買ってきたしなしなポテト。そう、今日はね、うん、時間ないからと思って。ステッカーありがとう。いや、こちらこそありがとうございます。ポテト食べたい。そうですよね。ですよね。なんか釣られるよね、ポテトって。釣られる。ポテト食べたい、うちも。食べていい？あ、いいよ、食べて。食べていい？うん、ほら、読んでるから。うん、読んでて、読んでて。お二人の YouTube 見て、昨日大山で河原投げてきました、だって。あ、当たりました当たる、当たらないの、穴に、穴に入らないですよね、あれ。いただきます。なかなか難しいよね、うん、食べる人いるのかな、YouTube ライブで。いるでしょ、全然、うん、食べてる、食べてる動画とかもあるんじゃない。いただき、すいません、ライブ中にいただきます。今日は、うん、ミルクティーさん、今日はバカ骨屋登って遠野岳行ってきました。山頂寒かったです。雪、霜が雪に積もって、あ、木に積もってました。帰りは鍋有山地層、すごい。帰りの林道が長すぎました。長いですよね、17キロ歩きました。でも楽しかったので、このコースもおすすめです。楽しかったんですか、すごい。もうバカの、もうここでもう一苦労よ、バカをね。遠野岳、でも遠野岳の動画が好きって人結構いるよ、うん、あ、ね、ありがたいことに。またそうだね、あの時から顔出ししたし、うん、あれでも自分もたまに見る、うん、なんか忘れないように、うん、遠野岳は辛いぞっていう。そうだね、うん、でもあれから遠野岳登ったんだからって使えるようになった、ね、使えるようになった。大山を越えた、うん、確かに、うん、そうね。ピンバッジ作るよ、足りますか。ピンバッジ、ピンバッジ、缶バッジなら、うん、何をちゃん、ピンバッジってあれじゃん。 あ、そこそこそこ、なんかよくね、山の百名山とかのさ。あ、それは難しそうだな。ね、え、できますかね。見てる、見てるかな。つけてお願いしてる。ちょっと難しいんじゃない。ピンバッジは難しいですよね。わかんないな。相談してみます。相談してみます。佐野とご一緒した方。ああーね、でも本当にうちらすごい遅いので、うん、ご一緒しても。申し訳ないと思う。そうなんですよね。でもぜひ今度いつかね、
いつか行く？いつか行ける私たち。多分本当に申し訳なくなっちゃう。これでもほら三のとこ。あ、そうだそうだね。うん、あ、動画見ていただいて嬉しいです。ありがとうございます。あ、しっかり無口ですよ。いつか無口したいけど。確かに。あ、ぜひ。確かに。ぜひぜひ。そう。まあ、ね、喋るのはない対決だったね。そうだね。うち結構人見知りだからさ。うん、そう人見知りだから、はい、結構行けますようちら。お山来た。よし。あ、来た。あ、そう。でも男山か分かんないね。男山って大山にファンが殺到する。いやそんなそんな。もしね、あの元旦に大山ね、元旦だからね、そうそう、皆さん、まあ、忙しいとは思いますが、うん、もしお会いできたら、お会いできたら嬉しいです。お声掛けください。お願いします。やっぱり大山でしたね。主人の予想当たりました。そうそうそう。お、予想していただいてたんですか。大山でした。やはり大山。大山に行くしかない。 ありがとうございます。ありがとうございます。あ、あゆなさん、あ、こんばんは。あみさん、みほさん、こんばんは。あ、私もステッカー欲しいです。あ、ぜひぜひ、次回、来週かな。来週、今週、来週、うん、来週かな。あ、今週、来週、はい、うん、お願いします。皆さん、元旦って、そっか、大山、うん、じゃない山登られますか。ね、元旦ここら辺じゃない方はさ、多分もっとさ、うん、違う山行くんじゃないのね。どうなの、元旦に登山する方って結構いるの。いるんじゃない。わかんないけどね、全然好きな人は登ると思う、うん、それうちが嫌いみたいじゃん。その言い方やめて。工房山登りました。おいいですね、工房、うん、山。工房山、うん、行ったよね。うん、行った行った。あの秦野駅からだっけ。で、鶴巻温泉に向かって帰ってくる。何がメインだったっけ。工房山、うん、工房、あー、あと、あれじゃないやつ、ナポリタン作って、あー、思い出した、ナポリタンね、ナポリタン作って、うん、ビター&スイートみたい、なんだろう、ん、ビター&スイート、なんだろう、苦い、苦いじゃない、映画とか、え、わかんない、え、あ、いや、これ飲まない。これなるほど。5000人いたら小山でリアルなイベントやりましょう。いやそんな小山で、いやできれば地上で。そう、地上で、あの、お酒飲みたいの。萩さんの、いや、できる、うん、え、イベント、うん、いやでも5000人なんてまだあれだもんね、まあ、全然1万人すごい目標高くと思っちゃったじゃん。頑張ろう。萩さんの愚痴を仮にする美穂さんが思う。確かにもうね、何も聞いてないときない。いや、聞いてるけど、うん、ここで言ってもなんかさらに爆発するだろうなと思って、 あえてスルーしてるます。そう、あえてスルーしてたんだ、あれ。うん、さすがにもう8は、そうですね、もうさすがにないですよね。ないと思うんで、そう、だから丹沢系はね、ちょっと行こうかなと思って。そうだね。大山は身の毛からの、え、身の毛、うん、何のこと、身の毛から登るのがおすすめです。あ、しかもなんかあの、うん、振り仮名ありがとう、ありがとうございます。本当に前回読めなすぎたっけ、ね、そうなんだよね。どうぞ、あ、そうそう、召し上がる。ライブ中に虫一応あの、綺麗にしてます。出ないと思います。たまにでも出てる。タスタスさん、虫好きだから ね。コメントもありがとうございます。ありがとうございます、いつも。ですね、うん、蜂はそうですよね、うん、あ、そうそう、うん、熱いうちに食べてくださいね。もうでもしなしな。もう食べる、はい、大丈夫です。元旦、大山さん町、トメイトマイポハンです。いやそんな萩さんの食べてる姿見るとお腹空いてきます。ありがとうございます。食べてくださいね。来週、来週遠野岳登れたらどこでも行けます。そう、これね、そう思う、うちも、うん、あ、辛かったもん。そうだよね、うん、そうだね、よく行ったよ、本当に、ね、本当によく行った、うん、まあ、あんまり知らないのが良かったんだよね、本当に。そう、逆に、うん、見過ぎも良くないよ。、うん、そう、缶バッジ欲しいです。缶バッジは多分できるんだよな、多分、うん、ってか持ってるもんね、むしろね、今ね。そうそうそう、だから作ってお願いすれば作ってもらえるよね、うん、嬉しい。ハギちゃんがミホちゃんのやる、私がカプションミホちゃんのやる、聞いてみる。ねえ、商品化しないんですか。めっちゃ可愛くて私も欲しいです。本当に
今日ちょっと実はそういう話をしてきたんですよ、ね、ちょっとあのステッカーを追加で注文して、うん、でそのつ、まあ、ついでというかねあの、うんうん、聞いていろいろ話を聞いて、そうそう、グッズ販売についていろいろ、そうそうそう、聞いてきたんですけど、なんかそうステッカーとかもね、山に出会えない方、うん、遠方の方とかも前ねコメントで、うんうん、販売しないんですか、うん、って言ってくださってて、うん、考えてるんだよね、そうだね、そうそうそうただあの今会った人には無料でお渡ししてるんで、うん、まあその差ってどうなんだろうっていうちょっと悩んでたけど、まあ総量ぐらいの金額設定してもらえばいいんじゃないっていう話に今ちょっとこうなってきてます、うんうん、なってきてます。でシェラカップとか ねコップとかもう、まあそのね、そうステッカーの販売がちゃんとできたらそういうのも挑戦してみたいなって来年はね思ってるよ ね一応思ってます。そのまだ、うん、シェラカップの作るにあたってあの版を作ったんだよね。うん、だからその版で版って版があるからシェラカップとかコップとか声どうした声どうしたすいませんそうできるので、うん、そこをもうちょっとね考えたいなって思ってます。うん、コップ持ってくる？コップああコップ持ってくる？一人にするの？ちょっとどうぞどうぞそうなんです。なんで今ちょっと考え中なんで、もし、うん、もうちょっと話が進んだら。お話できたらいいなって思ってます。早く早くそうそう今日ちょうどね、うん、このこれか、そうそうそう見える？見えてるかな？見えてますかね、うん、コップをそうあのこれを作ってもらったんだよね、うん、しかもサプライズ、サプライズでびっくりしたもん。うん、これもまたちょっと動画にするんですけど、はい、実は今撮ってるんです今日このあのだあ YouTube ライブをやるまでの1日みたいな、うんね、謎の企画をしてますじゅんさん夫婦で元旦登山目指さなきゃ、おお、まだまだ登山初心者なので登山登れるよう鍛えますようちらも鍛えなきゃじゃない、そうなんですよでも大山はさあのケーブルカーもあるし、あ、そう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 、ケーブルカーで行って、まあそこなんかあの山登らない人でもケーブルカーで、うんうん、お参りはできる、お参りしてでもいいかなと思って、ね、であのルーメスあたりで会えたらうんうん、うん、いいかなと思ってます。ね、大山早い時間に行き過ぎて会えない、あ、そうですね、いつも早いっていうかうちら遅いのかもしれない、いつも下山時に会うから、うん、うちらさあの登るの遅いくせに始めるのも時間も遅いからのんびりしちゃってんだよね。そう、モザイク意味ないくらい見えてましたよ。あ、ん？モザイク意味、あ、前の大山かな、意味ない、あのもうなんか、うん、結構ねこうなんかどうすらだいぶうっすらしてて、今見るとマジで不自然、ね、不自然だったよね。そうそう、まあ、葛藤してた時だよね、うん、そう、どうする、出さないか、どうするか今日は朝から楽しみにしてやるけど、万全の体勢でプレモル片手に見てます。あ、プレモル、あ、昨日悩んだんだよな、プレモル、いいですね、プレモルも、うん、ありがとうございます、ありがとうございます。この音、うん、へん、へん室山ですか、これへん、熊がいるそうです。あ、でも熊でもどこ、ど結構いるよね、うん、ね、最近怖い、クシさんが言ってたのだっけ、ジンバさん、あ、そう、ジンバさんでも最近出たらしくて、ね、びっくりする、本当に、ね、怖いよね、気をつけないと、うん、夕方家でお会いしたい、あ、ね、今日行ければよかったすいません、昨日ね、あ、昨日大山寺の河原、そうですよね、なかなかうまく、あれ本当びっくりするぐらい入んな、ね、本当入ったらいいこと起きんだろうな、うんうんうん、やってみてください皆さん、あそこは下車でできるよねそう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 、下社で瓦投げがあるので、下社じゃない、大山寺、下社は、あ、そうか、そう、もう一個上か、そう、でもあそこもさ、そうそうそう、ケーブルカーで行けるからね、大山寺下るからいいんじゃない、うん、うん、昨日高尾山口から高尾山小仏城山影延山神馬山藤の駅まで、わーすごい、 21.5キロ、すごいですね、ハーフマラソンぐらいじゃん、お疲れ様でした、背中合わせお願いします。この前も
この前の方からですかね。背中合わせ。狭い。狭い。やってみる。ちょっとこのぐらいでいいですか。腰。腰。とのだけまた、あ、ちょっと、あれ？大山は今までの表山の中何番目に、あ、な、2番目？あ、私2番目。2番目じゃない、絶対。うん。だって平気そうだったもん、いつも。そうだね。大山はそう一人でも登ったんですよ、一回。その時もお正月で、うん、一人で行ってたね。初詣で山頂で初詣して、うん、早かったでしょ、しかも遅いんよね、多分うちがね。うーん、すいません。いや、そんなことないです。なんだっけ、どうだっけ、また登りますか。登るの、登る。忘れた頃に登ろうかな。ねえ、でもそうだね、登るとしたら、うん、さ、バカ尾根の方もきついけどさ、ヤビツから登っても長いじゃん。長い。ねえ、どっちがいいの、どっちがいいんだろうね。でもなんかこの間さ、三の塔行って矢別の方から行ったじゃん、うん、であそこからまだ先の先の先でしょ。そうそうそう、遠かったもんよ、ね、で今さ、なんかそのバカ尾根がもう忘れかけてるから、うん、バカ尾根かなって思うけど、うん、行くなら、うん、いいけど、いい平気、もう知っちゃったよ、そうなんだよね。そう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 、長いよ。行けたら行きます。ちょっと待って、友達月にぐらい登ってるすごい。お二人もぜひ。でもあれ、なんか慣れるのかな、あのたくさん登ってる人いますよね、うん、あの遠野岳、あ、鍋割り行って下がって、うん、遠野岳行って下がって、その塔行って下がってっていう、なんか登り方ありますよね、うん、すごい、マジで。金時山だって、あ、うん、金時山もね、あのモザイクだったじゃん、うんうん、だからモザイクにしてた時に行ってた山をもう一回行ってもいいかもねって話してます。自分は神奈川県王に住んでるのでなんだか親近感が、あ、近いです。厚木なので天気によりますね。今まで山で食べたご飯で一番美味しかったのは何ですか。山ご飯ってことは、お店、いやいや違うでしょ、作ったやつでしょ。あ、作ったやつ、あ、作ったやつね。一番か、一番は、ちょっと記憶が浅い。でもカツ丼美味しかったよ、確かに。奥多摩、あ、ぶ、あ、間違えた、ごめんなさい、豚丼、豚丼、豚丼ね、うん、私も豚丼と、あ、奥多摩のね、奥多摩で食べた豚丼美味しかった、うん、豚丼と、あとね、ビビンバもちょっとお米が超固めだったんだけど、ハエと共に戦ったやつね。そうそうそう、味はっていうか、もう自分で作ったあれなんですけど、ほぼね、美穂が作ってたね。いや、作りたがるよね、うん、もう余裕なしよ。あ、美穂さんが木との会話について、美穂さんが木との会話についてお話伺いたいです。あ、じゃあお願いします、食べてね。あ、なんか昔か、あの昔前の勤めてた会社ですごい病んでた時があったの、うん、でその時にそこに置いてある植物に話しかけてて、なんか今日もよろしくねみたいな感じで、うん、優しいじゃん、いや、なんかこう守ってくれそうじゃん、うん、でなんかあの結構なんだろうな、こう接客業でクレームとか来る時もあって、うんうん、まあ、それが一番辛かったんだけど、その時になんか守ってくれそうだなと思って、そこにある植物たちに話しかけながら、声出して話すの、いや、あ、そこにはさすがにちょっと痛いから、やばい。あの朝掃除の時にね、うん、話しかけながら掃除してて、うん、そっからそういうなんか植物と会話するみたいなのが始まった、うん、なるほどね、だから話しやすいんだ、話しやすい、うん、はい、声聞こえてくるって言うもんね、ちょっとよくわかんないけど。すいません。いや、全然いいんです。ありがとうございます。はい、郷赤さん、元旦仕事だどこかでお会いしてみたいです。私、あ、厚木愛子地区の出身ですが。あ、出身です、うん。あ、近いです。近いです、近いです。元旦お仕事なんですね。お疲れ様です。お疲れ様です。入火山まで暑いので、今、あ、あ、入火山、ああ、あの雲海の行きたかったとこね、いいですね、初日の出、う
そこもう一回行ってもいいよ、うち。いいよね、ビーフシチュー食べたら。確かに、うん、あの時もまだモザイクです。モザイクか。くし、あ、くしさん、すごいな、マイク。いや、そうですね、昨日見ました、インスタ。足柄の湯倉だけにいたんですが、うん、景色がすごく良かったので、初日の出を見に行こうかなと考えてます。すごい、くしさんすごい登られてますよね。すごい、すごいな。元旦は出雲大社、相模分、ちょっとお読み変更。そんな、でも、いいんですか、あのどこでも会えます。本当マジでどこでも会えます。お二人はカップルみたいな感じですね。ああそう見えるのね。ねえ、でもまあそう、喧嘩とかするからかな。うん、でも結構裏では結構やばいよね。やばい。結構言い合ってるよね。言い合ってる、うん、あの、うん、無の時間、YouTube、無の時間もあるし、 YouTube のことになるとめちゃくちゃもうぶつかるよね。ぶつかります。今年は2人を知り、2回もキャンプでお会いできたので、すごいいい年。ああ、いや、ありがとうございます、リサさん。あ、そっか、2回そうだ、得意キャンプで。ねえ、ね、そうなんですね。ありがとうございます。もうなんか、ね、また、また全然、ね、たくさんお会いしたいです。チェルシーさん、お疲れ様です。転職してから人手不足で出かけることができなくなりました。うん、動画で、ああ、そうなんですね。大変ですよね。人手不足。ありがとうございます。私たちの動画で楽しんでいただき、ね、ありがとう、嬉しいです。頑張れるよね、本当に、うん。ありがとうございます。ポテト食べなくていい？あ、邪魔か。あ、邪魔とかじゃないよ。食べなくて平気？あ、平気、平気。ちょっと一旦。なんかうちばっか食べてんじゃん。え、いいよ、食べて、食べて。食べるね、ほら、あの、ハギちゃんの食べてる姿、あの、皆さん好きじゃない？あ、ありがとうございます。三の塔は美濃毛の丹沢工房さんに、あ、三の塔の時、あー、美濃毛ってあそこなのか、工房さん、あの、あのほらコーヒー屋さん、そうそうそう、コーヒー屋さん、じゃあ、すいません、巻いて、焼き菓子を買ったらコーヒーをサービスしてくれたとこね、うんうんうん、行きました行きました、15年前本当に屋久島の朝焼け、城門、あー、登ったことがあります。山登りしない僕はすごくしんどかったですが、曇り、あー、いいです、屋久島行きたいよね、行きたい、遠い、でもなかなかあれだよね、晴れたりしないんだっけ、屋久島って結構雨が多いって聞くよね、行ってみたいです、すごいなんか自然がすごそう、販売してほしいです。本当に、本当ですか、販売、手ぬぐい、あ、手ぬぐい、ね、欲しいんだよ、うちね、うん、手ぬぐい、汗がを吸い、手ぬぐいというかあれか、うん、本当は藤山タオルがベストなんだよね、滝汗だからね、うん、滝汗だからね、いや滝汗にさ、なんかすごいいいやつか、うん、なんか作ってみたいね、うん、滝汗だから T シャツとか、うん、だからどうにかならないかなと思ってる、うん、ね、手ぬぐい缶バッチいいですよね、あー、缶バッチ、そうですね、いつも楽しみに拝見しています、ゆきんこさん、ありがとうございます。元旦の大山は初詣客で駒サンドが結構混んで、ああ、でもまあ確かに人はいっぱいいたね、うんうん、去年、うん、去年も行ったからね、そうだね、去年も行った、うん、リュックにつけたい、ああ、缶バッチですか、缶バッチね、うん、缶バッチかな、職場の人は YouTube のこと知ってるんですか、あ、知らないです、知らん、うん、知ってる人もいて、知らん、でも知らない人の方が多いかな、石野田香織さん、コメントいただいてない、あ、前、うん、最近くれてるよ、ね、60の母と40の娘でいつも楽しく拝見させてもらってます、うん、私たちも登山始めて1年程度です、うんうん、あ、登って山を追っかけて登ってます、あ、ぜひぜひもう一回でも回る可能性あるからね、そうだね、いつかお会いしたいです、優しい、みんな欲しいです、ありがたい、あ、これコップ、コップか、あ、え、嬉しいね、あ、嬉しい、これチタンのコップなんですよ、うん、コップもそうそう、シェラカップもチタン製で作ってもらって、うん、かわいいね、欲しいですって、谷川岳 1900m ですが、あ、今度下から西大根、西黒大根から登りたい、目指す北アルプスですよね、北アルプス
スいける1900m 谷川岳ほんと綺麗でしたったよね、うんうんうん、あのただ初心者コースで登ったけど、うん、もちろんだよ、うん、北アルプス行ける？いやー泊まりでしょ？泊まらないと無理だよね。そうだね、泊まらないと。かわいいシェラコップ欲しいです。シェラコップ？おこれかな。おお、昨日朝からお山登って、すごい日の出も最高に綺麗だった。じゃここで一回あれ言おうよ、うん、来年の、うん、あの行こうとしてる山。あーうんうん、山のお話いただいて、うんうんうん、来年、うん、あ、あカンペカンペ来年行こうかなって検討してる山をちょっと言ってみたいです。いつかわからないよね。で登るの時に行くかもわからないけど、うん、あでもこの辺はいい。うん別に。あ、言って。あ、そんななんか発表する発表みたいな感じじゃないけど。発表ではない、発表ではない。ちょっと言ってみようかなと思って。うん、あと龍ヶ岳は行けなかったから行きたいです。うん、あと千葉の鋸山。あ、鋸山。あと高取山もう一回。でもさっき話したよね。そうそう。あのモザイクで行けなかった山は行ってみ、うんうね、もう一回回ってもいいかなっていうのと、うん、あとは。上高地。そうそうそう、もう一回、ね、もう一回行きたいね。もう一回でも次は行くならもうちょっと先の方まで、うんね、小屋泊とかして。小屋泊ね、来年小屋泊でしょ。うん、でこの間ね、佐野とだった視聴者さんにおすすめされたんだけど、つば九郎だっけ、うんうん、行けるかな。ね、小屋に泊まって小屋泊してみようと思います。うん、いけるかな、いけるかな。あ、そうそう、円山荘っていうのね。あ、そうか。円山荘に泊まってつば九郎岳に挑戦してほしいです。あ、視野に入れてます。うん、いけるかな。行くしかない、行こうと思って頑張ろう。頑張ろう。うん、いや、いけるよ、あなた。いやうちではいけない。まあでもね、泊まりならね、うん、そうそうそう、なんとかいけるかな。うん、鳥差しさんいる。あ、取り出しさん、あ、ハイタッチしてください。ハイタッチ、これはこっち、こっちですか。イエーイ、イエーイ、イエーイ。人気の山、そうですね、人気の山混みますよね。確かに、谷川岳混んでたもんね。混んでた、混んでた。うん、谷川岳って辛かったよね。うん。岩、暑さかな。確かに岩だらけだったよ。でも岩は楽しくない？うん、うん、楽しい、ね、階段より、階段より楽しいよね。今年は富山さんに会いたくて大山5回。すごい、はい、鍋有山2回、殿岳、あぜがまる、金時山、佐野と石割山と登りましたが残念ながらそれ、ああ、すごい、ね、めちゃくちゃ行ってますね。全部行った山だ、ね。丹沢山の三山山荘や昼ヶ岳の昼ヶ岳山荘には、あー、あーでもそっか、丹沢ね、昼ヶ岳ね、うん、丹沢だもんね。昼ヶ岳が最高でしょ、うん、最、あの丹沢のね、すごそうだよね。うん、行けるかな、泊まれば行けるかな。皆さん山にお詳しいね。ね、矢光峠からピストの方が高低差が少ない。あー、なるほど、そうか、矢光の方がいいのかな。ね、来週金時山久しぶりに行ってきます。あ、なるほど、来週、今週、来週、へえ、いいですね。金時山も陣馬山は新戸よりは和田峠遠回りになるけど、あ、あ、うん、すごい、みんな詳しすぎてついていけないよ。日向山の頂上でバーベキューしたい。あ、なんかあの、海外っぽい感じ でね、丹沢家の登山。いや お稲荷さん、あ、美味しかった。あれ美味しかった。だって、うん、あれね、うん、スーパーより美味しかった。あ、やった。あ、大菩薩は絶対。あ、そうですね。そうだそうだ。いつか分かんないけど。そうだよ。そうそうそう。そうだ、大菩薩イメージしなきゃ。晴れの、うん、見ないと。うん。お二人の得意料理は？得意料理か。料理しないな最近。あれじゃない？ん？オムライスじゃないの？
あ、オムライス無理やり無理やりだな。なんだろう、ビーフシチュー。ビーフシチュー1回しか作ったことない。確かにビーフシチュー、でもビーフシチューとかよりもなんかあれかな、ポテトサラダとか。あ、おつまみになるポテトサラダとか。つまみ系ね。つまみ系かな。いいじゃん。うん、恵比寿峠から登る殿崎は鎖場があります。ゆっくり降りれば大丈夫ですが。あ、どこどこどこ。あ、これ登って、泊まるの、やっぱ泊まりがいいんじゃない。ね、そうだ ね泊まってみよう、うん、来年は。そうだね、ちょっとだけステップアップしよう。そうですね、はい。あ、うん、そういえば前回ドッグコテージの動画謎が多くて聞きたいことが。お、何ですか。ドッグコテージ大丈夫かな、答えられることかな。どうぞ。あー、田舎のすがちゃんさん出遅れました。今年は東北で熊が多発して登山行くの。あ、ま、熊対策とか万全で。あ、熊鈴、今熊鈴しかないな。うん、あの熊スプレー、でもあれさ、すごい高いんだよね。高くて買えないのよね。で、どこに入れとくの、あの熊スプレーって、うん、すぐにね、だ、そうそうそう、出せるとこにないと動いちゃいけないじゃん。こうやったらダメじゃん。ここのさ、あの、あ、これ、うん、しゃってね。いやだ、熊鈴しかしてないです。うん、シェラカップでしょ、あれ欲しいね。あ、ありがとうございます。次のあの辺在、あー、あの辺あの辺在住です。あ、待って、こんばんは、はじめまして。お二人みたいにるい、そうなのできるかな。あ、でも私たちがの、私か、私が登れれば多分登れます、うん、ゆっくりゆっくり止まって止まってハーハーしていけば、ね、うんうんうん、全然全然登れます。ハイキングは本当におすすめです。奥多摩いいよね。奥多摩、奥多摩行くまでだから。あ、そっかそっか、そう、どこでも出るけど、うん、そうか、気をつけて。そう、クマ、そうだね、ハイキングでもクマ対策はしっかりしていた方が良さそうですね。うん、奥多摩、うん、とか、あと工房山とか。よ、あ、これ質問ですね。よ、元ネタはあれです、斉藤夫婦さんっていうキャンプ YouTuber さんのハルピン、うん、ハルピンさんがあのね、そうそうそう、鍋のね、踊りをやってたんですよ。そうそう、あれが可愛くて、うん、ハマったのよね。元は斉藤夫婦さん動画です。そうなんです、使わせていただきました。超有名 YouTuber さんそうです、勝手に、はい。はい、元旦の山は隣とのセンブでヤフーですね。晴れればいいな、本当に晴れればいい。あ、そうですね、また晴れたらいいね、歌わないとね。確かに晴れすぎんだよ。でも結構元旦って晴れること多いよね、イメージはある。うん、晴れるイメージ。サナットの動画いつアップ予定ですか。次、え、次、あれ、次なんだっけ。あ、まあでも次でも頑張ればいけるよ。今編集中で、だって次はまだクリスマスじゃないの。え、次、いや、どうする、順番、まだ3の通る、まあね、ちょっと今週ってこと、今週だから9、10でしょ、 9か10、うんうん、で頑張ります。ただいま旅行先、おー、羨ましい羨ましい。なんかでも石垣島にいるのに、うちらの、確かに、しかも石垣島めちゃめちゃ昔大雨だったよね、台風だったよね。そうだね、行ったけどね。晴れてますか、晴れてますか、石垣島。いいな。萩さん、私と滝汗クラブ作りましょう。ぜひぜひ、いっぱいできるんじゃない、滝汗クラブ。ね、本当そうだよね、うん、手ぬぐいいですね、いいですよ ね、うん、いいよね、手ぬぐい欲しいです。あ、ここさん、これいただきました、ありがとうございます。飲んでます、やっと。お仕事頑張ってください、ね、お仕事頑張ってください。そうですよね、神奈川の山北で森林整備してきました。あ、そうなんですね。そういうこともしてるんですね。だから友達とかガンガン行けるんだ。あ、すごい。あ、いや、すごい。元旦に向け晴れてる日に歌いましょう。あ、確かに。晴れた日に聞きたいですね。確かに。あ、でもカラオケなんですよ。今アカペラじゃん。あ、そっか。確かに。恥ずかしすぎん。しかも酔ってたしね。あの、そうそう、あれ完全にやって、ね、いいあげちゃいなよとか言って。やっちゃったよね。あれじゃない。いつかまたカラオケ行ったらインスタのストーリーで。あげます。元旦までじゃない、それ元旦までに行くかな、分かんない。2人の動画ずっと見てたいので喧嘩別れし、多分それは大丈夫です。もう多分結構寝たら忘れるタイプだよね。うん、一瞬もう結構ケロッと変わるよね。変われる、全然全然大丈夫です。基本
はあんまりこう、うん、喧嘩したくないというか、うん、平和に暮らしたいタイプなので大丈夫です。本当 YouTube 以外は大丈夫です。そうなんです。サンジャスさんこんばんは。背景が山じゃない二人不思議な感じです。あでも全然山じゃない、うん、全然ありますよ。あ無料でもらえる特典とか気にしないのでグッズ販売お願いします。そうなの優しい。そういう、ね、もうなんか一回ね無料で配ってるから本当にどうしようかって言ってたんだよね。そうなんだよね。そういう意見聞けたらだけで嬉しい ね。そうだね、うん、そうだね。上高地良かったですもんね。そうなんですね。上高地良かったんですね。のこぎり山は小のこぎり山どこやねんの。あはいはい小のこぎり山このこぎり山おすすめです。漢字が読めないのよ。こんばんはいつも楽しく見てます。私もパク汗なので手ぬぐい欲しいです。萩さんに負けないくらいの汗なのでいつか勝負したいです。マジかやりましょうねえやりましょうってどうやってやるの一緒に登ることがあればそうだね。三の塔鍋割りとものだけ一日やるのはあそうそうそう丹沢ケルベロスっていうこういうねあの地図がこうなってる。無理無理無理それやったらもうさ卒業じゃんそれできたら卒業だよ。すごいよね。だってそれ1日にでやるんだ。いやできないできない。すごくない。スーパーサイヤ人だよ本当に。大倉戸川公園の水なしがワンちゃんスペースが膝まで使ってワンちゃんと水遊び。あーいいですね。あ戸川公園なんか聞いたことあるな。大倉あのあれかなあの遠野岳とか鍋割のさ登るあそこのあるじゃん登山口のなんとかセンタービジターセンターの近くの公園かな。じゃあここであれ言っちゃ、うん、2023年振り返っちゃう。あ振り返る早い。いいよ8時になったら振り返るじゃん。あそうしよっか、うん、小屋泊そうですよね。あつば九郎岳登るならザックをしますよ。だお願いします。そしたらいけそういけそう、ね、めっちゃ消し通さないよ。みのあゆみさんこんばんは。こんばんは。こんばんは。来年はぜひ富士山も。富士山どうする。富士山あ富士山そう行きたいんだよな。行きたいんだ。行きたいって言ったじゃん今年、うん、そう急に、ね、急に言い出して8月の終わりに言った、うん、そうなんだよね。そうそうそうもう時期がね、うん、その時は泊まりで行かないと絶対にまたこう登りたいっていう気持ちにならないとなかなか、うんね、やっぱり日本人だから富士山登っとかないと。まあそうだよね。あジンギスカン伊勢原駅近くのジンギスカン屋さん大山登山の、ジンギスカン食べたい。あるんだジンギスカン屋さん、すごい行きたい行きたい。あ、柴犬太郎と散策するのを趣味としています。あすごい大山は30回遠野岳も30回すごい。あ、ラインスタンプ作ってください。あおうち個人的に作ったことあるんですよラインスタンプ、ねうん、結構ね、うん、何個か数あるからってるで作れなくはないけど、うん、その書く時間がないあそうだよね。そうだねラインスタンプね、うんあっちの絵文字の方もね作ったからね。あそう絵文字とあと背景とかもやったね、うんうんうん、流行ってた時できるよね、うん、昼ヶ岳青根方面から行けば遠野岳経由昼ヶ岳青根方面からあ青根方面ってあれかなあっちの道志の方かな、うん、遠野岳経由せずに日帰りで行けると思う。へえすごい。宮ヶ瀬のクリスマスツリー見にまあ今年行かないかないつも行ってるわけじゃないけど多分行かないかな、うんね、昔はよく行ってたけどな。うーんあこっちの人は行くこっちってか厚木とかの人は行くクリスマスも行くよ。あハイタッチ感激です。明日から頑張ります。これどっちで合ってました。こっちあカズピアンさん徳井さんの第3回キャンプ関西あですよね。絶対そうだと思ってる。関西だと思ってるね。そうだよね。さすがに2回関東でやったからね。うそうそう絶対関西だなと思ってる。関西だとちょっと難しいな。難しいから行きたいけどでも、うん、そうだよね車そうだよね。いや難しい難しい。そうだよね、うん、関東だな。関西も普通に関西も行きたいけどね、うんうん、難しいか、うん、難しいと思うねえ。カズピョンさん行くんですか
あれやります？ん？あのだけ。あ、絶対次も出るよ ね、きっと。先週静岡の娘のところから大山登りました。大山寺の紅葉素敵。あ、やっぱり今大山綺麗なんですね、うん、カスピアンさんと対決かな。あ、汗かきなんですか？え、なんの、どれ、あ、間違えた。立て品山もいいです。あ、岩登り、あ、岩登りいいですね。唐沢ヒュッテに声吐く、あ、そっか、そうだよね、唐沢ヒュッテに声吐く、唐沢まで行くのは結構長いんだよね。うん、うん、ね、テントは持ってないので。竹安には自信があります。竹安対決か。そうですね、急登 の、 岩場の下山結構気使うよね。うん、うん、新幹線の中で見てます。ありがとうございます。新幹線どこ行ってんだろう、いいな、ね、初心者におすすめの山ありますか？大野山。大野山、うん、大野山とか。あ、どの辺で、この辺で、奥多摩。あ、奥多摩、奥多摩ハイキングだけどね、でもすごい、うん、あの、あ、御嶽山、御嶽山、うんうん、すごい良かったですね。間に合った、ありがとうございます。ありがとうございます。つかまこさん、ありがとうございます。上高地つばくろだけ行きたいです。ご一緒できたらいいな。お、飲んでる？飲んでます。今どこ行った？ここの、おお、あ、登山系 YouTuber でリスペクトしている方、来年はコラボ企画とか、個人的にはサンダーバードヒルズ藤本さん。見てないな。知ってる？いや、わかんないです。でもうちらコラボは無理だよね。無理だよ、遅いからね。そう、何も余裕がなくなる。うん、この間さ、あのフィールドスタイルで、うん、山宏さんとジュリさんにお会いして、うん、めちゃくちゃ感動したよね。感動した。すっごく、ね、すごい山登れてた ね、もうめちゃくちゃ嬉しかった、うん、リスペクト、リスペクトって言って言うのももうなんか申し訳ないぐらいな感じ、うん、そう、あんまりね、登山系の YouTuber、 あれだよね、最近、うん、あの、なるまささん、あ、はいはい、なるまさチャンネルさんって知ってますかね。ね、皆さんのが知ってるんじゃないかな、うん、すごい、あの、分かりやすくて、説明がね、そう、最初のね、駐車場からコースの説明がすっごい、うちらさ、情報がなさすぎるじゃん。そう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 、うちら Vlog だから、ね、Vlog なんで。、うん、すごい、あの、参考にさせてもらってます。 LINE、うんうん、スタンプめっちゃ欲しい、めちゃくちゃ欲しい。おー、作れればな。そっか、結構作んなきゃいけないからね。そうだよね、うん、私も描きたいな。あ、めちゃくちゃ緩いんですよ、絵。ぜひ今度あのインスタとかに載せてみるよ。めっちゃ緩いから。でも多分全然、いやいや、可愛いと思うよ。いや、うん、もう絵心がなくて。いや、それ逆にいいのよ。得意キャンプ鍋大会以上、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。一回ここでじゃあこれやる。あ、そっか、え、なんだっけ、2023年を振り返って。あ、2023年振り返って、そう、あ、そうだね、じゃあ2023年振り返って、うん、印象に残った出来事、うん、そうそう、それをね、うん、言ってみようっていう回です、うん、はい、何ですか。いやー、だこう、あれだね、上高地、うん、10万再生ね。そうだよね、やったー、本当にすごいね。あれ嬉しかったな、ね、本当にびっくりしたもん、本当にもう一生ないと思う。本当ね、すごい、うん、上高地っていう場所が良かった、ね、そうそう、場所なんだけど、場所が全てを、うん、あのね、ね、後押ししてくれたんだけど。そうだね、本当。なんかある？あ、見るの。つい最近の、今 ね、 言ってもらったように、そうそうそう、得意ビデオキャンプで鍋コンテスト1位を取れたことがね、うん、ね、びっくりした。1位ってないから、そう、 ないなかなか1位って取れないじゃん、うん、だからすごい嬉しかったです、うん、はい、ね、あとはあれだね、あ、今年一番の出来事かな、あれ、
出来事、出来事というか、うん、やっぱねステッカーだよね、うん、ステッカーができたこと、作ったからね、はい、でお配りできてるね、それでね、なんかこういろんな人とそうそうそうお話できて、うん、もう結構ね喜んでいただけてるよね多分、うん、ね、それがすっごい嬉しいです、めちゃめちゃ嬉しいです、本当にね、以上以上、お早いね早いね早いのよ早いのよ、皆さんなんか今年1年でなんか振り返ってみて、ね、出来事ありました、なんか印象に残った自分のそうだよね、うん、なんかね、やっぱ YouTube やってるといろいろいろんなことがさ、あ確かに、うん、起こるよね、いや本当ね、うん、やってなかったら全然知らなかったこといっぱいある、うん、あとたくさんの人に出会えたし、うん、それがすごいあの、ね、よかったよね、うん、よかった、うまく言えなくてすみませんすごいね、ちょっとコメントがさ全部読めないんだよな、あでもでも、あでもでも、うん、でもでもでも、富士山クラブで富士山周辺の清掃や外来植物の除去など活動に参加したことがあります。すごいですね。あ、尾瀬行きたいじゃん。あ、尾瀬ね、そう、うん、今年行きそびれちゃったんですけど、尾瀬は、うん、行きたいです。ね。うん、山平さんとかも行ってたよね。うん、しかもさ、そこでそうだ、熊いたよね。山広さん、あーそうだ動画ね、確かに尾瀬で熊に出会って、富士山は、あーそうな、富士山岩登りって感じです、あーでも登ったもんね、あそうそう、八合目まで行ったんですよ昔、プラスアルファの標高差なので二人なら余裕です、うん、高山病7年ゆっくり登れば余裕じゃない、まあ、高山病か、うちの時あれだ、クライマーズハイだもん、あ完全に、うんうん、そうだよね、高山病がね、うん、だけならなければ、そうなんだよ、うん、富士山はゆっくり登れば、え、そうだって、遠野岳より楽だって、嘘だ本当に、じゃあ遠野岳登ったら本当にどこでも登れるじゃん、でも遠野岳をさ富士山の練習にしてる人ってなんか言ってたよね、練習で登ってるって、大勢いいですよ、大勢行きたい、富士山、富士登山競争で登ったんですか、すごい、あ、70、80代女性が普通に登ってて、聞いてみたら登山歴が長いとのこと、高齢になっても、うん、確かに確かに、そうですよね、うん、全然すごいもんね、ね、うちら、ね、マジかと思う、年配の方も全然抜かされるもんね、うん、私応援されることがある、あ頑張って、確かに、うん、そうだよね、あとちょっとよとか、うん、愛川町の田代キャンプ場の近所が実家なのでキャンプや登山に誘っても却下されます、どうしたら同行してもらえるんでしょうか、身内はしたくないですがキャンプや登山がしたいです、どうしたら、どうしたら、あ、奥さんと一緒に行きたいんだけど、却下される、なんで却下されるんだろう、ね、キャンプ全部やっ全部もう何も考えないで身一つで OK だよって、ね、何も片付けもしなくていいっていう、うん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 、そうだよね、うん、キャンプならねもてなすよみたいな、うんうんうん、そう、美味しいもの食べれるしね、うん、外で、そう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 、焚き火の良さとか、うん、ね、そう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 、焚き火めっちゃいいし、登山、うん、登山は何だろうな、景色ね、景色だからやっぱ最初ロープウェイとかで行って、そうだね、まず景色は、うん、これもっと上行ったらもっとすごいよとか言って、うんうんうん、全然私言えないんですけ ど、そうだね、なんかね楽なところから、うん、楽して、ね、山頂みたいなところから絶対まず景色を見てもらった方がいい気がする、ね、白馬岳いつ登りますか、あ、なんか多分いつだか行きたいって言ったんだけど、うん、行けてないんですよね、そうなんだよね、なかなかね、うん、予定と天気と、あ、ケントクさんなんていかがですか、あ、ケントクさん行きたいって考えてました、うん、そうですね、うんうんうん、ケントクさんも行きたいな、ありがとうございます、高取山、あ、高取山展望台から見上がせの釣りが豆粒ない、あ、見え豆粒あ、でもあ、でも見え
見えたっけ。背中には見えないか、さすがに。でも見えますよ。あ、そうなんだ。そうなんですね。あ、ウィンドマスター届きました。おお、ウィンドマスターいいですね。なんかコメントいただいてたね。うん、早く出るのかもしれない。ワクワクね。いや、見ていただいてありがとうございます。ウィンドマスターめっちゃいいよ ね、すぐつくし。うん、これは何て読むんだろう。知らね、いいですか。ひし形山知らねさん、知らね三山、北岳、間の岳。難しいよね読み方。そのまま読んでいいのかな。なるまささんと黒丸くんいいですよ。黒丸くんって、あ、わかんない。黒丸くんわからない。男の子かな、わかんない。お二人単独ソロ。あ、そうだね。私、うん、大山に一人で登ったことはあります。でもそれだけだよね、うん、絶対一人で登んないでしょ、うん、2本目いきます。はい、後ろにね、うん、セットしてあります。え、何飲もうかな。12月、あ、名古屋のモーチャーでカホさんのイベントあります。モノマネ続けてくださいって。モノマネ、うん、カホさんね、こんにちは、萩です、ね、そうそうそう281人が視聴してるの。ボタンが30、いいねボタン。あ、全然全然。いや、ありがとうございます。見ていただけてるだけでマジでありがたい。本当に。あ、大丈夫ね。すごいね、皆さんすごいコメントがさ。雪山登山してほしい。あ、雪山まで行くのがちょっと不安なんだよね、あの 車が。あ、早台さんだ。こんばんは。こんばんは。登山未経験ですが、いつか富士山登ってみたいです。ね、でも富士山本当ね、登ってる人たくさんいるもん ね。富士山登山しないけど、うん、富士山登るっていう人たくさんいるもんね、うん、ぜひぜひぜひ。今年もほぼ仕事でした。あ、お疲れ様です。今年上高地行ったのが印象深いです。すごい目標であった槍ヶ岳に登頂してきました。あ、すごい、おめでとうございます。すごいじゃん。ああ、とめまゆさんに会えたのが一番です。だってライブさん、ありがとうございます。いつもいろいろね、たくさん。早大さん、ありがとうございます。あ、お二人の、え、あ、飲み物代の足しに乾杯。徳井さんキャンプに次回一緒に参加できたら、真夏でも鍋パさせてください。真夏でも、ありがとうございます。乾杯。早大さん、そっか。でも早大さん関西ならきっと行くよね、うん、確かに。チンなんだよ、あっち。そうだよね、うん、あ、会いたいですね。おお、とめまやさんきっかけで山登りを始めたことだって、ね、コメントいただいてる方いたよ。うん、そんなね、そうなんだ、嬉しい、ね、あ、また金沢来てください。超行きたいです。めちゃめちゃ行きたい。旅行行きたい。金沢行きたいです、あの会社の、今もう辞めちゃったけど、うん、後輩の女の子が石川県に住んでて、ね、羨ましい、ね、そう、行きたいよねって話をしても、うん、ね、行きたいよねって。会ってくれるかな。会ってくれた、確かに。お二人の YouTube に出会ってくれちゃ、嬉しい、ありがとうございます、ね、こちらこそ嬉しいです。見つけていただいて、ね、ありがとうございます。見ていただいて、あの丹沢大山が忘れられない。ライブサミットで交流したことが、確かに本当そうですよ ね。本当になんかあの絆が ね、すごいよね、うん、皆さんすごい人で楽しかったね、です、ね、後ろの、あ、壁にあるの絵ですか。絵ですね、絵です。見る、いらない、あ、いいんじゃない。えって言っても別に誰かわかんないけど、ちょっとおしゃれな絵。平日は登らないので、すいません、
平日、あ、平日はでお休みが取れれば登ります。なんかね、混んでる山とかは平日行きたいよね。うん、秦野市観光協会がやってる丹沢山並みスタンプラリーしてますか？コンプリートすると丹沢山並みのデザイン手ぬぐいがもらえます。でもできたらトメイトマヨフさんのグッズがいいな、ありがとうございます。恐れ多いですが、いいのかな、ね、嬉しいよね。嬉しい、うん、二人は寝る時間取れてますか？いつも忙しそう。ねー、寝不足だよね。結構毎日寝不足。編集がね、仕事終わってからやるからね。うん、確かにそれは正直寝不足だよね。そうだね、うん、そうだね、うん、私の一番出来事、止め前のモザイクが確かに確かに、それ間違いない、ね、でも本当そのことね、なんか外した方がいいですよって言ってくれて、 ね、だんだんうちらもその気になってきて、そしたらね、こう見てくれる方も増えて、ね、うん、本当にそれは、ね、うん、うちらのあれは何だったんだっていう本当ね、よくわかんない方として、うん、そうだよね、うん、間違いないですね。足を痛めて登山を始めました。足大丈夫ですか？ありがとうございます。シンバとレオが渋滞してる。ちょっと2人どうする？2人そんな同じとこ、やだやだよ、喧嘩やだよ、喧嘩やだよ、尻尾だけ見える。どうするどうする、じゃあレオこっち来る、もう来ればじゃあレオ、あ、ちょっと今シンバの甘えん坊タイムになってしまった。こっちに、こっち登ればいいな。じゃあどうする、ここにいる、大丈夫じゃない、はい、はい、シンバが怒らなければ。怒ったらやばいよ、全部バジャン。確かに、あ、ちょっとちょっと、なんだっけ、どこまでいたっけ、ランニングをしていたのですが、あ、そうそう、今ね、日光にある竜王橋、うん、千条ヶ原、千条ヶ原ってよく聞くよ。そうだね、あの、どうした、小学校の時のなんだ、遠足かなんかで行ったかも。すごっ、そうか、埼玉だから日光、うん、いいですね、日光もいい、行きたいよね。なんか最近ね、日光になんか光る、なんだっけ、あー、あれ日光だっけ、なんか宇宙から見て光る山、知ってますか、山光る、そう、場所があるんだよね、山だかな、うん、うん、茨城、え、どこだっけな、栃木、栃木かな、うん、そうだ ね、 ね、そうだ、そこも行ってみたいんだよね、うん、上高地大好きです、ここ数年は毎年、あ、羨ましい、いつか唐沢カール来て、うん、そうですよね、唐沢カール行けるかな、ガールじゃなくて、そうだね、カラサガールの一個手前のなんだっけな、ちょっと次カラサガールまでは行けないかもしれないけど、また行きたいよね、うん、あー、萩さんと美穂さんやったこと、あ、ありがとうございます、いつもありがとうございます、ね、急にいるから急に、ね、あれっつって三の塔でね、うん、びっくりする、生き物が大好き、好きです、カラオケよく歌う、うん、よくでもないけど、まあ歌う、 あの厚木出身だもんね、そうそうそう、厚木出身なんで応援してます、うん、お二人のクリスマスイベント、クリスマスがある、あ、イベント、 あそこ行くんじゃなかったっけ、山、今のところ、うん、予定では登山、もう一回、ま、登山、あ、うん、もう一回高取山に行く予定です。去年も実は同じ日に高取山行ってるよね、うん、クリスマスイブそうなんですよ、はい、で年末用の年始用の、あ、の動画を撮る予定です。奥様、あ、確かに御嶽山だ、あ、御嶽山、そうですね、あの、なんだっけ、お餅、お餅、わらび餅が、あ、そう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 、奥様が好きならおすすめしてください。確かに、新しい岩井さん、クラシックだ、美味しいですよね。あ、そうだ、クラシック、はい、うん、北海道の自慢ね。ね、ほんと美味しい、これ。ね、プリン体すごいらしい。そう、プリン体すごいみたいだね。ね、だから美味しいんだよね。うん。うん、ロックガーデン喜んでもらえる。
そうですね。札幌クラシック、あ、関西でも行くってリサさん。あ、すごい。あ、そうか、軽いね。ね、すごい。そうかそうか。でも気持ちは行きたいよね。気持ちはね。うん。私は被災。あ、すごい。すごい。やっぱいいんですかね、富士山行った方がいいですか。ね、キラキラ系ではなく、キラキラ系ではなく。そう、キャンプからの登山。え、すごい。そうなんですか。きっかけが私たち、どうしてだろうか。辛そうに見えません？なんか辛そう、こんなに辛そうでも登れるんだっていう。まあ、結局ね、絶景だから楽しいんだけどね。うんうんうん、そこでもファーッとで忘れるからね。そうだね、うん、道がつながっていればどちらでも。あー、そっか。あ、銀座温泉行きたいのよ。銀座温泉行きたいです、ね。前ね、行こうとして行けなかったんだよね、うん、山形は行ったのに。山形行ったんだけど、銀座温泉もうね、うん、やっぱり大人気だから、そう、予約できなくて。行きたい。嫌い。キラキラ系ではなんかありのままの2人の動画が好きで見て、あ、ありがとうございます。嬉しい。嬉しいです。富士山は吉田口が登りやすいですよ。山がいっぱいあるので、荷物は少なくして水や工事食かな。ああ、なるほど。山小屋は東洋館綺麗で、ああ、やっぱ山小屋ね。綺麗なとこがいい。綺麗なとこがいいです。村井君はどこで見ても同じなんで。うん。なるほど。なるほどね。体力温存してそうだね。富山屋さんの推し活って聞いてもいいですか。推し活、あ、推し活ってうちらが言ってるやつ、あの動画で言ってるのは、動画で言ってるのは斉藤夫婦さんとか、うん、あとライサタ、ライクサタデーさんとか。なかなかでも会えることはないけどね。会えることはない、うん、徳井さんでしか。あ、そうそうそう、イベントがね、なかなか、うん、あのいつもね、なん予定が、ね、ね、合わなくて。そう、でも徳井さんのではね、うん、一緒にとかお会いできたんで。そうそうそう、次もイベントやられるみたいだけど行けなくてね。あ、そうなんですよね。お祝い一緒にしたかったの、うん、個人的にはね結構いるけど。それは、うん、個人的な。いや、いいよ。ガチだからね。ガチの推し活ね。グッズ販売期待してますだって。ありがとうございます。あ、カズピオンさん、関西でも。さすが。絶対あの、何の対決か分かんないけどね。ね。グランプリ。うん、グランプリ。そうだよね。グランプリか。もう絶対出てください、うん。動画で楽しみにしてます。ね、関西だったら。ね。関東だったら対決しましょう。対決。お。アーベリーさん、こんばんは。得意ビデオキャンプで。あ。トメフトマヨさんと会えて嬉しかったです。ありがとうございます。アベリーさん、あのライサタミンの方かな。ライサタミンの方ですかね。うん、なんだっけ、話しかけられた方じゃない、うんうんうん、だと思うんだけどな。 あ、嘘、あ、そうなの。多分、え、違うかな。話しかけていただいた方かな。ありがとうございます。ありがとうございます。モザイカリってほぼ見えてる。そうなんですよね。ほぼ見えてて、本当に不自然、逆に不自然になってた。あ、サザンとミスチルの答え、あ、なんか言ってたじゃん。そうそうそう、インスタで何の曲でしょうって、ね、そう、ノリに乗ってたミスチルとサザンはもう大定番なんですけど、うん、確かにミスチルは、なんだっけ、名もなき歌。あ、アールガーだね、うん、で、サザンがマーリンルージュで、そう、愛されて、なんだっけ、なんだっけ名前、アフター、ラブ、あ、ラブアフター、ラブアフターだけじゃん、ラブアフェアじゃん、あ、ラブアフター、ラブアフェア、愛の後に。そうそう、チンバレも可愛いって、よかったよ。あ、ありがとうございます。完全に寝てます。丸まって寝てるね、うん、あ、あ、ヤスさん、ヤス全力さん、こんばんは。こんばんは。あの、遠野岳じゃないや、谷川岳でお会いした、山頂の手前でお会いした、お写真撮った。そうそうそう、ありがとうございます。ありがとうございます。なんか視聴者さんに教えてもらって、ツイッターに出てましたよって。そうそうそう、 X だよ。あ、 X、 今 X だよ。 X で見させてもらいました。はい、ありがとうございます。なんか、あの、なかなか自分たちでさ、うんうん、見れないから嬉しかったです。うんうん、ありがとうございます。ありがとうございます。
チェルシーさん、あ、ルーマシー出勤時にアルコール検知があるのでお酒はほとんど、ああ、そうか、そうですね、なるほど、そういうお仕事の方、そうですよね。あ、にゃーさん、やっと自宅に着きました、乾杯、間に合ってよかった、今年一番の出来方、そうですよね、三田圭さんでお二人に会えてステッカーいただいたことです。最後の最後に会えたんだ、本当によかったです、ありがとうございます。ミヤガスのクリスマスイルミネーション、うちらが行くんですか二人で。あ、イルミネーションか、イルミネーションか、でもなんかあそこね、食べ歩きできるもんね。あ、そう、確かに食べ歩きはできる、うん、イルミネーションって悲しいね。あのなんか山登った後イルミネーション行くとかもね。あ、そうかそうか、確かにありえるね、うん、あ、確かにありえるかも。あそこすごい混むからね、あの道がね、うん、そう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 、しかもその日じゃ全くそう、確かに大渋滞です、うん、めっちゃスリムになったね。本当にマジっすか、ありがとうございます。確かにね、そう、初期の見てるとちょっとなんかぽっちゃりしてるなと思う。うん、でもあの実際に会った視聴者さんにも言われるもんね、うん、まあ、ね、痩せてると、太ってるみたいに言わないでよ、痩せてるじゃなくて痩せたよねって、痩せたよねっていう、あ、そう、確かに言われました、うん、山のおかげかな、山のおかげね。からさんの前、あー、徳沢園、そうです、どっちがホテル並み個室があるようですよ、うん、あ、そうそう、あ、個室がいい、そしていいね、そうそうそう、うん、まあ、心配性じゃない、結構寝れないんだよね、そして、うん、ね、そうだ、徳沢園行きたい。今年一番の努力、美穂さんのお母さんが勤めていた川口のお店で偶然食べて、何知ってんの、なんか多分私がね、あの、うん、コメント返したんだよね、お店で偶然食べたこと、あれか、まあ、うんと、なんだっけ、もう今は全然働いてないですけど、ちょっとメッセージ撤回されて、あ、働いてない、駅前ね、メッセージ撤回されたけど、すごい、あの名前めっちゃ気になる、あぜがまる、いただいてる、いつも見てます、両人山、あ、どこだ、聞いたことあるかも、あぜがまるの仕方じゃないですよね、あぜがまる、最近よくあぜがまるがね、うん、出ちゃうんですよ、普段から富士山の萩さんのハーハー登山みたいです。あー、もうだってハーハーって止められないもん、うん、どうしても言っちゃうもん、うん、そうだよね、うん、絶対出るよね、富士山、そうそうそう、あ、櫛形山、本当に詳しいな、白根三山、あ、三山じゃなかった、あ、すいません、北岳、愛の岳、能取岳、無理、南アルプス、日本で2番目に高い山です、無理ですよ、もう卒業だよ。え、1番目ってどこなの、富士山、そうじゃないの、あ、そっかそっか、富士山行けたらこれ行けんじゃん、確かに、いや、なんかでも辛さが、行けたら富士山行ける、行ける、あ、そっかそっか、行ける行けるイコール全部行けちゃう、確かに、シンバとレオの名前の由来なんですか、シンバくん、あ、ダメだ、寝てる。レオは、レオは、うん、なんか昔あの好きなスノーボーダーの人がレオっていう名前で、それで単純だな、つけた名前で、でシンバはあれだよね、シンバはあのたまたまなんかいろいろなんかね、白かったんでなんか綿飴みたいな名前しようとしてた時に、うん、いや全然違うなみたいな感じで言ってて、そしたらなテレビでライオンキングのシンバがたまたま映って、うんうん、シンバ、あ、いいな、シンバかみたいな感じで、うんうんうん、シンバ良くないみたいな感じになって、いいと思わないっつったら、うん、いいっつってシンバになりましたね。なんか2人ともライオン系の名前、そう、ライオンっていう名前のあれがあるよね、うん、熱い何やってんのって顔してるね、キョトンです。今シンバの名前の由来話したの、そうなのあ、私はトメマヨミンです、ありがとうございます、トメマヨミン、ちいさん今年お二人に出会えて、こちらこそ、ちいさんに ね優しいよね、本当にこれも、あ、そう、今日あの緊張しすぎていただいてた、そう、あのリラックスする、そう、これでリラックスするように直前でつけました、ありがとうございます。大山の山頂がピカッと光り続ける現象、知らない、日中に虹ヶ表面から20分ぐらい、知らない、不思議、なんでだろう、なんだろう、あ、ラブアフェアですね、ほらほらほら、そうです、
丹沢さん、浅草さん、こんばんは。こんばんは。ライサタミンさん、ライサタミン、チルマ、あ、そうですよね。そうそうそう、アメリさん。ああ、すいません。そうそうそう。なるほど。ありがとうございます。え、なんで、そうですね。ありがとうございます。あ、そうかそうかそうか。あの、ハイエース乗って。はい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 。おしゃれなハイエース乗って。うんうんうん。ステッカーをゲットできなかったな。あーあーあー、まあでもどこか、もう絶対いつも持ち歩いてるんで。トメイトさん、何のカメラで説明してるんですか。今ですか。トメイトマイフさんの、あ、最近買え、あの、買ったんです。今ちょっと使っちゃってるから見せれないけど、うん、ソニーの V、 そう、 ZV-1M2 です。あの斉藤夫婦さんの太郎さんにね、聞いてね、教えてもらって、そうそう、であと山は GoPro だね。そうそう、山は完全にブレちゃうん で、たまに携帯、うん、うんうん、ほとんど GoPro ですね。そう、ほとんど GoPro、 山は、うん、で食べる時とかはソニー。そうだね、うん、うん、Vlog 系はソニーかな、うん、そうです、そうです、うん、カニ鍋、おー、ありがとうございます。全部カニに頼ったんです。そう、ほんとね、カニがいい出汁を、そう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 、出してくれたおかげで、ね、もう一人のさ、優勝者の方はさ、めちゃくちゃこだわったじゃん。そうそうそう、すっごいちゃんと作って、うもう丁寧に、ね、じゃあカニでっつって、カニお願いしますって言って、そうそうそう、はい、カニをボンって入れたの、ね、でも美味しかったね。美味しかった。出汁は出てた、やっぱり、うん、あ、ミスチューの花火かと思ってました、外れました。あ、確かにあの歌もいいよ ね、うん、うん、好き好き。あ、谷川だけど覚えてます。お友達も覚えて、あ、覚えてます、覚えてます。2回目の青山動画から覚えて、あ、2回目、ね、2回目なんだっけな。2回目はその元旦に行ったやつじゃん、2回目の青山。あ、はいはいはい、そうなんだ。簡単は、まあ、恒例で小山登山がいいです。あ、やっぱり近いしね、うちらは。そう、近いし、うん、あとはその初詣できるっていうのがいいなと思って、なんか大山っていつも、うん、いつも見えてるんですよね。うん、見えてる、ここから見える、うち家からとか、うん、常になんかこう、ね、見守られてるとか、ね、こっちからも見てるし、うん、大山側からも見守られてる気持ちでいるので、うん、なんかその元旦はそこで、うん、山頂で。確かにね、それ恒例がいいかも ね、友だけも一瞬考えたけど、うん、やっぱ大山かな、大山の山頂でお参りするっていうのがなんかいいかなと思って、ね、いい、私はそう、一人で行ったのもあるから、もう3回目なんですよね、うん、言うね、一人アピールすごい、すいません。でも多分もう一人では行かないかな。そう、行けない。二人、お山でお会いした方々、お一人一人のことよく覚えてます。いやいやいや、あ、少ないです。そう、もうそんな、なんか、ま、覚えてる程度なんです。あぜがまり。あ、進撃の田島まさしさん、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。いただいた、すいません、コメントもありがとうございます。いや遅刻なんで、とんでもないです。いやとんでもないです、とんでもないです。なんでうちの言ってないと思います。ありがとうございます、いつも待ってます。あぜがま、なんかすライゾタミンの方もいるし、斉藤夫婦さんの方もいるし、椅子の会の方も、そうあと登山の方もいて、いるし、すごいね、うちらがさ、ふわふわしててさ、なんかさ、そうなんですよね、ライゾタマみたいなことやってるから、そうなんですよね。あぜが丸言ってくれたよ。気になりすぎて。動画の編集とコメント返信だったらどう決めたんですか。あ、確かに、これは動画は編集は一動画ずつ、うん、一動画ずつの担当 で何日までにこれやってきて、はい、レビュー、はい、ここ直して、うん、ね、でコメントはコメントも2人でね、空いてる時間に今どこまでやったみたいな、うん、まあ、一緒にいれば移動時間ね、うん、こうどこまでやったとかで、そうです、そうです、一緒にいないければ空いてる方が、まあ、でもそうそう、見れば分かるからね、何件あって残ってるかとか、うんうん、でなんかそのお互いどっちかの絵の当てのコメントっぽいのは、うんうん、そうそう人にやってます、うんうん、
お仕事は事務系ですか？事務系。事務系です。ちょっと違うけど、まあ、事務系な感じです。大山が光るのは FM 横浜の。そうなの？へえ。FM 横浜、横浜なの？え？横浜のやつが今あの大山から出てんの？FM 横浜の電波塔があるんじゃない？あ、そうそう、それは分かってる。ここから出るんだと思って、レオどうした？ね、レオやめて。先日さんのとパコメグさん、先日さんの塔でお会いしました。ありがとうございます。どう、さんの塔の、山頂ですかね。山頂の。何人かお会いしてるんですか。そう、何人かお会いしてて、ありがとうございます。お声かけいただいて、あ、静岡の、ああお菓子いただいて、あ、食べました、ありがとうございます。美味しくいただきました。あ、そうそう、やっぱそうだ、確定した。三角スタンドのズボン、あれ良さそうだったな。ね、うん、おしゃれだったって、すごい似合ってたよね。似合ってたし、うちも最近あのハーパンから変えたいのよ。うん、うん、なかなか巡り合わないから、ちょっと探したい、来年は。うん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 。そうだね、うん。あ、いいんじゃない？うん。今日、あ、四国。あ、え、トイレ行くの？違う、トイレ、レオ。すいません。あ、そうですよね。あの、ん？多分早大さん、四国東西南北制覇ですね。なんかすごいインスタ見るとたくさん行かれてて、うん、あの S01 ゴードンミラーの、うんうんうん、すごいゴードンミラーね。ね、あの聖地巡礼してて、うん、すごい楽しそうだし美味しそう。お二人の動画見て今日大山行ってきました。すごいな大山。でもずるしてケーブルで途中まで行ってますか。全然いいと思います。全然いいと思います。ケーブルカー使いましょう。使っていいじゃん。あ、使う？簡単。簡単ね、どうしようかね、うん、アメリさんめっちゃ覚えてますよ。もちろんですよ、ね、めっちゃ可愛かったよ ね。そうそう、 YouTube やればいいのに。大山5回登ってます。すごいな。すごい。遠野岳があまりにもきつくて、他の人はどうなんだろうと YouTube 見たら、萩さんが全力でこちらの気持ちを代弁してくれて、そこからハマってみてる。 ありがとうございます。ありがとうございます。本当他の人どうなってんだろうと私も思いました、あの時。なんか ね、早いんだもん、うん、早いし、なんかまた休むのとか言われて、休みますっつって。ね、バレたよね。すごいバレた。また休んでるのバレた。そう、めちゃくちゃ休んだな。すごいな。でも本当、うん、あのかき氷がさ、すっごい救われたよね。あ、そうそうそう。あそこの小屋でかき氷が食べれるっていう、うん、本当あそこ助かったわ。ね、ね、でプラスあの、うん、氷持ってるさ、ああね、ボッカ、ああいう方がいるから、人に出会えて、もうね、感謝、うん、感激。ね。最近は動画の仕上がりを見て、どちらの編集なのか分かるようになってきました。マジか、そう、怖い。怖い。怖い、私の。え、結構分かるのかな。じゃあ他人が、あ、それも言っちゃったかなんだっけな。私の編集はあまり結構編集ソフトが違うんですよ、うん、で iPad でやってて MacBook Pro、うんうん、でやってるから、結構あの字とかも多分違うのよね。そうだよね、うん、だからそこで分かるかもね、うん、三の塔の景色すごくいいですよね。ひな城、うんうん、すごい綺麗でした。あぜが丸の他にこけ丸もありました。ああ、こけ丸はあのさすが、あのさすが白子舞池だっけ。そう、こけ、うん、そう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 、コケ丸だっけ、あれコケ丸だった。そうだよね、コケ、うん、コケにこう角が生えてる。そうそうそう、かわいい、かわいい。ヤマップやってるんだよね。やってないんだっけ。ヤマップやってます。だけど、え、なんか公開してない。公開はしてないんですよ。なんかもうあの終了をし忘れちゃうことが多くて、ね、家帰ってきちゃってもんね。家までついて終了しちゃって、そうすると家までの
長い地図になっちゃって、うん、なんか編集できないんですよね、探したけど。編集できればそのね、何の参考にもならなくなっちゃうもんね。そう下山長みたいな、ね、そうなんですよ。確かに最近お世話の動画を見始めました、うん、お名前が覚えられませんが、うん、あ、由来が知りたい。もともとお友達だったんですか。楽しんでいいなと思ってます、うん、由来は、うん、ちょうどそう、ま、あの居酒屋で YouTube 始めてみるっていう話をしてた時に、うん、ちょうど目の前にトマトとマヨネーズとトマトケチャップを混ぜてつけて食べるのをハマって、でその時にこう YouTube の話をしてたんで目の前にあったものを名前にしました、うん、混ぜてトマトをトメイトにしただけっていうね、うん、そうなんです。で、なんだっけ、もともとお友達、会社だよね、会社で同じ職場でした、うん、今は違いますけど。そうなんですあ、ちょっと待って、初回さん、あ、ありがとうございます。さあ、ありがとうございます。なんだっけ、なんか見るって言ってた、うん見れました。見てきてありがとうございます。ありがとうございます。いつもね、コメントもね、ありがとうございます。シンバどうした。超神奈川の山です。超低山、超超低山ですが、千元山、あ、早山の方、あ、いいですね。逗子葉山、高取山、あ、京急の高取山っていうのね。あ、なるほど。1時間もかかると登れてしまいますので物足りない。あ、でももしかしたらこれ山とか、あ、山じゃないや、海も見れる感じなんですかね。あの、こっちの方だとうちらプラス2時間だから多分3時間だねあ、でもなんかそういうあのこの辺とか、あとは鎌倉とかね、うん、の散策みたいなのも行きたいな。鎌倉も行きたいのよ。そう、そうなの。おすすめさ、されててさ、うんうん、行けてないんですけど、だから紫陽花の時期に、うん、アジサイの時期に行きたい、ね、アジサイ、うん、と今年の残りのイベントはある？イベント？イベント？でも来週キャンプ行ったら、 あ、ね、あとはクリスマス登山、クリスマスに登山1回と年末？年末はないか、年末ないか、ね、あと元旦か、あと元旦ね、あと2回かな、じゃあかな。何時までやってますか。一応9時までかな。あ、そうですね、9時ぐらいかなと思ってます。はい、なぜ山に平大さん、なぜ山に登りたくなるんですか。山登り始めたきっかけを教えていただきたいです。ああ、そこに山があるから大丈夫です、ありがとうございます。確かに、きっかけか、きっかけはでもあのコロナ禍になって、ね、まあ、キャンプもね、コロナ禍になってから始めたけど、うん、そうだね、やっぱそう、コロナだな、コロナ禍になって、で友達に、うん、あのね、前動画に一緒に出てくれた友達に誘われて、うん、で行ったのが北八ヶ岳の、うんうん、ニューとか、うん、あと、そう、あの辺ニューとあともう一個山頂があったんだよな、で、うん、すっごい景色が良くて、うん、で天気良かったね。そう、あれで結構ね、私は登山すごい好きになったっていうか、なんか全然あの時疲れなかったんで、ね、分かる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 、うん、気分がハイになってた。そうそうそう、ハイになってた、うん、でやってみようかって思ったんだよね、うん、で YouTube 始めて、うん、キャンプと登山出したけど、うん、やっぱり登山の方が伸びて、うん、でじゃあもうちょっと登山行ってみようかってなって、登山が多めになってきた感じ、うんうん、山があるからね、だから、まあ山があるだから結果山があるからね。そうだね、なんだろう、その山のこう空気感、うん、とかなんだ、まあ癒されるよね。癒される、やっぱ景色だよ。そうだね、はい、景色とあと達成感もあるし、うんうんうん、
いや本当そう、辛い時に登り切った時のあの、うん、はーって時は本当にすごい、うんうん、ね、うん、あのそう山の上でご飯もすごい美味しいので、確かに確かにね、ちょっとあの軽い山からでも始めてみてください、うん、うちは言うことではないけど、うちは言うことではないけど早田さんが住んでる地域の山とかね、うん、たくさん分かんないけどありそうなんでね。くうここさんありがとうございます。 ありがとうございます。お仕事中にありがとうございます。またお会いしたいですね。すごい嬉しかったね、うん、ヤマレコってそう、登山アプリヤマレコも足跡が見える。そうですよね、なんかね、ヤマレコもいい、ね、いいんだろうなと思ってます。とめまえさん、リアル登山動画が好きです。だって、まあそうだよね、ありがとうございます。え、行動力素晴らしいですね、確かにめちゃくちゃ似てると思うな、いろんなところ、うん、土日しか動けないじゃん基本は。そうだね。あ、さっき平日は行かないですかってなんかどっかであった、あった、あ、うん、土日休みなんですよね。平日に休み取れたら行きたいんだけど、まあ、もし平日休み取れたらすごい混んでるところとかに当てたいよね。で、あと晴れるかがわからないからなかなか休みづらい。そうなんだね、事前に休み取ってそうそうそう、雨とかって結構家計だから、ね、そうなんですね。猫、猫、こんばんは、春猫さん。猫脱走、就職させたら遅れました。え、大丈夫、猫ちゃん戻ってきたんですか。あ、戻ってきた、ありがとうございます。ありがとうございます。よかった。遠野岳は結構今年も挑戦できませんでした。お二人に頭がいやいやいや無理しない方がいいです。マジでそう。ごめんなさい、覚えてもらえてて嬉しいです。もう覚えてますよ、もちろんです。ステッカーありがとうございます。もったいなくてまたどこかでお会いしたいです。あ、そうだ、焼津アルプスも前ね、おすすめされてて、うん、うん、行きたい、行きたいです、ね、そしたらあの三角スタンドも行きたいな。待って待って、ちいさんすいません、ありがとうございます。ちいさん、ありがとうございます。今度のキャンプの、あ、お酒を集めない、 ありがとうございます。今週だ、来週か、今週か、本当になんかちょっと 寒さが怖いよね、怖すぎる。キャンプ のね、冬やったことないから冬やったことないし怖い、あのあまり持ってなくてね、ね、ギアがないのよ、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。オープニング曲が今のもいいですが、前のとめまよさん字好きでした。たったら、なんだろう、どれだろう、たったら、なんかあるでも最初の方に使ってたやつかな。でも次使うやつ、前に使ったやつ。あ、そう、うん、ちょっと戻ってみた、うんうん、それだといいな。たったら、たったね、たったった、なんだろう、なんだろう、伊豆には遊びに来てください。あ、伊豆、伊豆はだから静岡ね、静岡今日大丈夫です、うん、焼津アルプス、うんうん、三角スタンド期待です。来年の登山キャンプグルメの割合は、あなんとも言えないな。登山、登山、多分登山グルメキャンプになると思うね。あ、キャンプが好きな、キャンプで、そう、なかなか泊まりが行けないからね。そうだね、デイキャンならね、いくらでもできるんだけどね。そうやって、でもキャンプなの、キャンプに入れるね。ね、あ、でもあのそうだね、うん、無口な夫婦さんがよくデイキャンプやってて、ね、私は見てて面白いなって思うから、うん、デイキャンね、うん、あの、そういう感じもいいなと思うけどね。グルメとかもね、すごい、うんうん、食事休憩20分だけあります。あ、お疲れ様です。夜勤にね、大変なところ、ありがとうございます。はいさん、はいはい、iPad 最近絵描いてますか。お、描いてないです、うん、描く時間がなくてね。みすじ山は景色いいのに誰もいないこと、へえ、行ったことないです。みすじ山どこなんだろう。千元山、景色が最高。いや知らない、山ばっかり。いや山はもう無限、無限か分かんないけど無限だもん。あ、そうなんだ。山アップ編集できますよ。自分もよく自宅まで帰ってますが、報告の時に、あ、じゃあ
教えてもらえないもん、分かんないけど、あ、じゃあちょっと調べてみます、ね、できるんだ、あ、そうなんだ、鎌倉アルプスってありますもんね、そうですよね、鎌倉アルプス、焼津アルプス、うん、二宮の東さん、桜と菜の花と富士、おまけに海が見えますよ、あ、二宮ってこの辺かな、二宮はそう、確かにこの辺だ多分ね、良さそう、釣り動画も好きなの、朝の9時ですか、仕事は大丈夫でしょうか、8時半です、私は9時半ですただだと洗濯とか書くか習いも大変今、うん、あれコウさんって遠野岳の方ですか、あ、違うかな、コウさん、あれ違うかも、わかんない、そうかも、遠野岳であったね、そうかな、絶賛洗濯中、そうですよね、確かに大変ですよね、うん、帰りも、帰り帰ってからも、野々山温泉の、あー、三つまたが苦手、そう、あ、三つまた、なんか去年さ、去年じゃないか、今年の冬かな、行こうとしてたよね、野々山温泉の方の、うん、大山と大玉ウォーキングトレイルの YouTube を予習で見てできました、イメトレできてよかったです、ありがとうございます、次はジムさん、あー、いいですね、クマ気をつけてください、あ、そうですね、いるらしいので、うん、気をつけてください、キャンプやるきっかけが登山なんだ、キャンプやるきっかけ、8年近く登ってない、そうなんですね、なんでだ、ぜひ今度来週お話ししてくださいあ、富山さんの動画のご飯いつも美味しそうです、メニューはどうやって決めますか、あ、どうやって決めてる、いや逆にどうやって決めてる、ご飯ってあれかな、キャンプじゃなくてキャンプそんな行ってないのよ、そうか、山のご飯のこと、山のご飯かな、山のご飯は私大体あの龍二さんと、あ、バズレシピ、バズレシピの龍二さんと、うん、高健哲さん、あ、好きだよね、が大好きで、うん、どちらかの動画を見てこれならなんかここまで準備して山で簡単に作れるそうかなっていうのをで決めてます、なるほど、うん、嬉しい、嬉しいです、あ、私も嬉しかったです、またお会いしたいです、ぜひ、どこ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 、あ、追いつけてない、あ、ありがとうございます、たそのなんかね、曲がちょっと気になるんだよな、タラタッ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 タラララ、あ、でもなんかよく使ってた、登山でよく使ってた曲あるよね、登山か、あ、これ使っちゃってるの今、あ、携帯、これ、あ、そこそここれに入ってんだよ、曲、あー、普通にな携帯で、ね、釣り動画、ごめんなさいごめんなさいごめんなさいねえねえ、急にやんないで、急にやんないで、あ、これじゃない、あ、これですか、タッタラッタッタッタラかな、ね、タッタ、これっぽい、これっぽい、これですか、これなんかよくね、登山の時使ってたよね、確かに、これですかねそれに変えようかな、じゃあ早大さん、ぜひ始めてナイジェルさん、ベランダは二郎系ラーメン結構結構結構すごい、 あのねあのもう意味わかんないですね、意味わかんないね、急にベランダでラーメン食べるってことね、あれはすごい、見ていただいたんだ嬉しい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 、なんだっけあれ、ぬしずりさんの YouTube 見て、うん、二郎系ラーメンを頼んだんだよね、はるねこさんありがとうございます、はるねこさんありがとうございます、また美味しそうにお酒飲んでください、ありがとうございます、二人飲んでる姿楽しみにしてます、風邪ひかないように気をつけてください、あ、皆さんも気をつけてください、最近ね寒いからね、もう本当 に、あのホットカーペットなきゃ生きていけないそうだね、お尻冷えちゃう焼津アルプス、沼津アルプス、三角スタンドに近いのは沼津アルプスっていうのもあるんですね、まあ、近いよね、こっちから、うん、行きやすいね、行きやすい、うん、行きやすい、楽しいです、楽しい楽しいすごいじゃんこれ、なんかこれ結構使ってくれてるコメントとかで嬉しい、嬉しい、使いやすいよね、嬉しい、美味しい、確かに
カホガさんがよく使ってる曲、あーカホさんがよく使ってる曲ね。ペッペッペル、あれでしょ、こんにちはカホ、あれハギですのやつかな。今年の7月の連休に上高地に行ってから、山いいなって、あーおー、あ、こんなに楽しんで山ガールがいる、山ガールうちは大丈夫私は真似しようと動画で勉強したし、勉強するなんて、そんな、じゃあ上高地から見ていただいてるんですかね、ありがとうございます。工房山は桜、あ、確かに、あ、お花見ハイキングいいですね。そうですよね、そうそうそう、お花見、桜、うん、綺麗な桜ないじゃんまだね、うん、いいじゃん、いいですね、ありがとうございます。車山の動画が、あれ、私も結構あれ好き、あ、あのコロボックルヒュッテ、うん、コロボックルヒュッテめっちゃ美味しかったな、うん、美味しかった、あのあ、ほらコウさん合ってます、あ、よかった、合ってた、やった、リサさん、なんかイベント開催してください、私たちですか、そんな、もうこのライブ見て分かるように喋りが下手なんです、ね、でもなんか皆さん優しいから本当に温かすぎる、ね、助けてくれそう、ありがとうございます、ねね、なんかイベントしてみたいなってちょっと言ったことあるよね、うん、うちらの中だけで、うんうんうん、超楽しそうじゃないみたいな、ね、あの普通にね、お酒飲みたい、お酒飲みたい、違う、お酒飲まないと自分結構さ、人見知りしちゃうからね、緊張しちゃってさ、あれなのよ、うん、ね、あ、それですって、あ、おー、当たった、うん、あ、いいねいいね、うん、確かに確かに、これこれ、それそれあ、最近食事しながら春のキッチン、あ、これいいですよね、春のキッチンよく知ってよく知ってますね結構皆さん使われてて ね、本当使いやすいよね、うん、使いやすい、途中盛り上がるんだけどね、ね、でもなんかあの有料のさ曲とかもあるじゃん、ね、そういうのもうちらそれ合わないもん、合わないか、かっこいい系、かっこいい系は合わないからライサターみたいな、うん、かっこいい感じは無理か、無理無理無理かっこよくないんだもん、まずそうなんだよね、やってることがふうこさん、こんばんは、こんばんは、今日ゆっくり見えなくて残念でした、あ、頑張ってください、ありがとうございました、お疲れ様です、ね、途中で見てた、はい、林さん、リサさんどういう感じ、マジか、本当ですか、なんか優しすぎないちょっと待って、嬉しいな、イベント、そんなそんな、なんか全然優しすぎるよ、こんな、ね、どこでも会える、本当に厚木に来たら会えるみたいなそうなんです、本当に今日山登った富士山噴火警報、あ、そうなんだ、あ、訓練なんだ、そうなんですね、うん、確かびっくりしますよね、確かに、ちーさんもさ、イベントあったらぜひお鍋食べたいです、そんな優しい言葉、確かに、でもそうだね、なんか出せるものができたね、うん、できた、カニ買わないと、カニ飲み会から、あ、確かに確かに本当に、ね、スタッドレスに変えました、あ、あと来週7日に変えます、今週か、赤池キャンプ、キャンプ赤池か、うん、に次キャンプ行くんで、ちょっと一応そうだよ、ね、スタッドレスにします、うん、ちょっと寒さが恐ろしい、恐ろしいよね、マイナスでしょ多分、ね、キャンプのマイナスの止まったことないから分かんなすぎるよ、多分次のあのライサタさんの、それもすごい寒いと思う、ね、イベントもきっと同じようなところでも、うんうんね、一応マキスト持ってっけど、うんうんうん、頂上、頂上集合のイベント開催してください、だからやっぱロープウェイとかがいいよね、そうだね、頂上、そうだね、ロープウェイ、うん、ロープウェイで行ければ、私ね、ロープウェイ登った集合してさ、うちのロープウェイなの、それ意味ある、そっか、そっか、でもなんか気軽なとこだったらね、確かに、登らない人でもさ、うん、でも本当なんかイベントもしやる、まあ、本当に、もっとすみません、やるとしてさ、ちょっと一回もう汗で全部出ちゃうから一回整えたい、確かに、山登ったらね、うん、確かに、全部がオフになるから、うん、でもそうだよね、でもそ。なんか そういう山の上みたいなとこで、うん、まずイベントが開催できるのかっていうのも、そうなんね、結構皆さんね、だっているからさ、うん、そんなんでできないじゃん、ね、それで分からないね、難しいよね、
そうだね。そんな集まんないかな。うん？そんな集まんない。集まんない。山。まあ、ねえ、嬉しいですね。それだけでも本当イメージだけで嬉しい。うん。こんばんは、いつも兄弟見ている。ああ、弟の方ですか。してか、ああ、届きました。ありがとうございます。いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。チェックをね、はい、ミスチェックをしてくれて、そうそう、結構動画の文字のミスが多くて、すごい多いです、ね、しかも上げてから気づくんだよね。あ、そうそうそう、ああここ間違えたわみたいな。チェック一応してるんだけどね。そう、それでもやっぱ見逃すね。うん。あ、そうそうそう、カホさん、ほんわかペップルってね、そうだそうだ、うん、マサさん、ライブおめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。イベントやってください。優しい。あ、次のご当地アイドル。いや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 、次出身うちしかいないから。あ、まあ出身、そうだね、いきますよ。ほらほら、優しいね。イベント好きなの。ありがとうございます。うん、太らない体質。うん、体質だろうな。いや、羨ましいです。いや太ります。いやいやいや、やめなよ。本当に、本当に食べたら太るんですよ。いやいやいや、でも、いや、うん、そうか、でも顔につくかも、結構。あ、だから、うん、体につくの。体からこっち行く。うん、そうね。あ、厚木おすすめの公園は、厚木出身だから思ってた方がいい。うん。厚木は相川、厚木じゃないのかな、相川町だ、間違えた。あ、そっか。なんだっけ、防災の丘公園。うん。動物と滑り台があります。そして、うん、なんかポップアップテントみたいなの。今はちょっと全然行ってないからわかんないですけど、うん、そうだね。ポップアップテントね、うん、やってピクニックやってる人います。うん。いや本当に申し訳ないんだけど、抜けていい？え、なんで？マジ？やばい、やばい。どうぞ。いける人いる？ちょっと5番行ってきます。ごめんなさい、ごめんなさい。すいません、ハギが留守にします。え、あれ、おすすめの公園って言ったんだっけ。ワカサギ、そうですよね、ワカサギリベンジしたいですけど、またなんかあまり釣れない時期になってしまいそうで、どこに行ったらいいんですかね、ワカサギ。ブッカさん、あ、ブッ、行ければ行きたいんですけど、もしかしたら高取山だけになっちゃうかもしれないです。イベント楽しみです。その時は会社辞めさせていただき、辞めて参加させて、辞めないでください、会社。あ、あきろう3828さん、こんばんは。今仕事から帰りました。間に合った、いつも楽しみしますよ。ありがとうございます。いつもコメントいただいて、すいません、今ハギがトイレで留守にしてます。ハイキングとかヨークマットとか時々。あ、私なまってますかね。わ、すごい、一人でやってる。ちょっと待って、公園って言った、公園って言った、あ、言った。あ、アキロさんが来てくれた。あ、こんばんは。時々なまるみほちゃんの出身地が気になって。私埼玉なんですけどね。確かに、なんかなまってるって、なんかほうきもなんか違うんですよ。違うんだよな、ほうきって。吐くほうき、そうそう、それさて、ほう、向けて、ほうき、それなんかほうきするみたいな感じがする。うん、ほうきだよ、ほうき。あとなんだっけ、いっぱいあるよな。44、あ、なんだっけ、なんかもうちょ結構洗脳されちゃったからな。それが違うのかどうかが分かんなくなってきちゃった。そう、埼玉です。埼玉出身なんで。防災の丘、あ、そうなんですか、意識あるんですか。あるんだ、あ、知らなかった。2本目、あ、すごいじゃん。2本目、あ、
これ好きなんです。冬になると冬になると出る冬感限定。うん、しあ苦いの好きだよね。そううち離れたばっかりみんな応援してくれてるよ、はい、ありがとうございます。持ってきた、すいません、どうしても耐えられなくなっちゃった、ごめんなさい。大山くえたんだんだった時のおすすめの温泉は、ああ温泉行かないんだよな、温泉ね、ね、そうなんかいつも行ったことない、うん、温泉入りたいんですけど、谷川岳行った時とかもさ、みなかみがさ、みなかみ温泉があんなに近くにたくさんあるのに、ね、温泉に入らずにちょっとね、ワンちゃんがいるからもう早く帰らないといけないんで帰っちゃったんですけど、うん、本当は温泉いつも入りたい、入りたいよそりゃこの辺でおすすめの温泉はあれじゃない、七沢温泉、七沢温泉、この辺、まあそうだね、この辺だね、厚木だよね、うん、厚木、うん、おすすめです、ね、よしこ岩井さん、浅いと思って同じイントネーション、浅いと、ほうきじゃあ一緒だ、埼玉はほうき、そうなのやっぱり、あとあれ、アジサイ、あ、アジサイだ、それはね、分かんなくなっちゃったの、あの行ったじゃん、城ヶ島、うん、あそこでアジサイだかアジサイだか分かんなくなっちゃった、うん、そうだよね、あれ結局どっちか分かんない、どっちだっけ、アジサイ、うん、4って言うでしょ、だから 4、1、2、3、4を4って言うじゃん、うん、4だよって言うじゃん、うん、7って言うじゃん、あ、な、え、変？ 7 なんかいろいろね、厚木と埼玉で違うことが多いんですよね、うん、お酒強いですね、あ、でも全然2本目いや、そう、うちも今日は2本目だけど全然飲めますよ、うん、あとはパレルケで、あ、さっき留守の時にトイレって言っちゃったトイレで留守にしてますって言っちゃった、うん、おいおいワカサギ釣り行きたいな、絶対釣りたい、次は、あ、赤城山も行きたいんだった、そうだ、すごいね、相模湖は、ね、そうか、相模湖なら近いもんね、うん、そうそう、近いそうか、見たもん、この前看板皆さん応援ありがとうございます嬉しい、私が抜けた時にすいません、アベリさんも埼玉出身なんだ、あ、そうなんです ね、急に親近感、うん、嬉しい、あ、登山靴何を履いてますか、そう、登山靴マムート履いてて、うん、お二人とも、うん、全然種類は違うんですよね、全然種類違う、で最近マムートが多分登り方があれなのか分かんないけど切れてきちゃって、破れてきちゃって、うん、まあ、全然まだ平気なんですけど、来年の目標は登山靴を買う、うん、ね、はい、でも今日さ、あの小田原のスウェーンに行ったんですけど、うん、なんかいい登山靴見つけちゃった、早かったよねこれするとか、これ破れてないよね、まだ、そうだから私はまだ使えるんで買わないかもしれないんですけど、うん、ね、12月ぐらいで、あー、あ、そうなんだ、え、中旬って、あ、もう無理じゃん、行けないじゃん、でも他のとこは行けるとこはあると思うんだけどね、確かに、萌木の湯、どこだろう、わかんないな、やっぱ七沢温泉ですね、あ、そうそう、不動尻からの七沢温泉、七沢温泉いいですよ ね、 いいですね、七沢は森林公園、ああ、行ったことあります、あ、バーベキューしたね、あ、いいと思います、あんまりそのバーベキューでしか行ったことないんですけど、うん、よかった、そうだね、ちゃんと公園も、え、埼玉多いな、おお、ね、谷川岳で、見えるところで生まれ育ちました、あんなに険しいところだったと、険しかったです、でもやっぱすね、あの景色はもう最高に良かったよね、いや、本当にそう、景色はすごかった、もう、ね、どこを見てもいい実家に帰って谷川を見ると二人を思い出します。すごかったもん。誕生日じゃなかったら分かんなかったよ、うち。そっか、そうだね。心折れそうだった。思い出していただけて嬉しいです。うん、ね、メルママックスさん、ありがとうございます。神奈川より愛を込めて、また丹沢を登ってください。ありがとうございます。神奈川県民さん。県民。ありがとうございます。丹沢ね、そうですね、うん、そうだね、時期だからね、お正月に大山に登ります、はい、私だけ来
北川キャンピングベースに行くので元旦は地元埼玉の定山に行こう。へえ、埼玉も来てくださいね。あ、埼玉ね。そうですね、埼玉、埼玉も行きたいです。すぐ行けるじゃん。うんね、長瀞にさ行ったじゃんキャンプ、うん、あの時に有名なかき氷屋さん、あさみの冷蔵だっけ、休みだったんだよね。そう、定休日で食べれなくて、うん、かき氷が食べたいです。うん、あ、私も埼玉です。そう、あ、埼玉、ありがとうございます。ありがとうございます。プードルさんと、プードルさんトイプードルと一緒に登ってます。そう、プードルさんすごい、ね、一緒に登って、うん、行ってみる。しんいい。あ、絶対履いて試した方が長く履けますよ。あ、確かに。そうですね、買う時に、今回のあれね、マムートは結構一目惚れで買ったから、ね、うん、まあ、履いたけど全然分かってなかったじゃん、うんうんうん、見た目だけで買ったから。そうだね。あ、出資合い、あ、そうなんですね、山形いいですね。山形お父さんね、私もそう、父親が山形出身で、うん、小さい頃芋煮とか、芋煮会芋煮会、河原で芋煮会したのをしてるの食べて、有名だよね。うん、あ、いいです ね、 ね、なんかね、ご縁があるね、いろいろそういうつながりというか、ね、うん、スウェンでローバーが安かった。ローバーって今日そこブランドかな、ね、うん、あ、次のハトポポもちろん知ってます。あ、もちろんもちろん、ハトポポ公演好きです、知ってます、知ってます。なんかイベント、ね、お祭りとかね、うん、ジャズナイトみたいなのやるね、うん、厚木大使ですね。いやいや、全然全く。野尻湖でワカサギ釣れたような気がします。へー、野尻湖調べてみます。いや、ワカサギ釣りたいのよね。釣ったのを食べたいのよ。釣ったのを、あ、自分が釣ったのね。そうだよ前回はもらったもんね。そう、ワカサギかわいそうだからつって、うん厚木は実家住んでる時パスポート作るために、ああ、そうそうそう、昔そこのパスポートを作るのがここだとしたら、その目の前の写真屋さんでバイトしてましためちゃめちゃパスポート写真撮ってました。おはい、行きますよ。そうかそうか、パスポートを撮るとか近いから、そうそう、パスポート写真を証明写真で撮る仕事してましたね。バイト、バイトです。そうか、この辺ってそこだけなの、厚木だけなの、パスポート取れるところ。そう、神奈川で、横浜と多分厚木、うん、そうなんだ。そう、へえ、ウド鈴木とか来たよ。ウド鈴木、嘘、写真撮りに、あ、撮りにじゃない、たまたまロケできたよ、なんか、あ、へ、昔すごいね、うん、厚木に集まるんだ。埼玉に、あ、反応アルプスもあるって、あ、なんかアルプスって聞くだけでなんかテンション上がるよね。ね、たくさんあるんです ね、 ね、その地元に、うん、浅見レーザー本店がおすすめ。あ、そうなんですね、本店とか。どこだったの、あ、本店じゃない、本店だと思ったけど、どうなんだろう。へ、海老名インター近くにできたキャンプ場来ましたか。知らない、知らない、知らない、できたんですか。どこだろう。へ、そうなんだ、気になる。超近いじゃん、ね、ちょっと調べてみる、ね、これからの時期は龍ヶ岳やし、ああ、確かに長靴、そうなんだ。そっか、そうですね、ちょっとね、ギリギリだったかな昨日。確かに。美穂さん埼玉市ですか。あ、私川口市ですあ、東京に近い川口市ですし、あ、駅から拝見してます、間に合ってか、あ、お疲れ様でした。次の日は懐かしいですよね。いいよ、今はもうない、うん、今は、あ、今イオンか、今イオンで、あれ、今イオンだっけ、今イオンじゃない、その前がサティとかだっけ、そう、手術屋とか横浜に住んでます。あ、次のワイルド、昨日ワイルドよく行きます、ワイルドマン、その後ハンバラの、あー、深さんね、へー、そうだね、ワイルドワンも ね、 ね、ワイルドワンもさ、ね、厚木とあとなんか多摩とかそんなにないよね。そう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 、ね、平塚、大磯から平塚の、あー、湘南アルプスそう、これもね、大磯から平塚の湘南アルプスもいかがでしょうか。もう全然知らなかったね、たくさんあるね、なんか冬とか、うん、なんかね、この辺のね、うんうん、
アルプス巡りいいかもしれない。確かに昔はビブレでした。そうですね。え、いや、あの遡るとイオンがね、あー、イオン名前がビブレ。あ、ビブレ、うん、すごい ね、 ね、秩父三大神社の三峯神社。へー、知ってる秩父。秩父の方じゃないか、わかんない。全然ね、秩父も詳しくないんだけど。確かに確かに。そうそう、結構いるじゃん、川口。川口、埼玉、川口を結構いるかもよ。おお、川口、あ、すごい。筑波山もね、行こうかなって言ってたよね。うん、行ってた。あ、そうそうそう、筑波山、そう、まだ行けるかな。あの、でも明日行くってまたいるよ。あ、本当？ほらほら、とね、行ける日にちがさ、ちょっと限られちゃって、ね、行きたいのになかなか行けないんですけど。やばい、厚木話すごいな。厚木文化会館歩いたとです。厚木文化会館、今度働いてたじゃん。私、そう、働いてました。前の職場、うん、そうです。北区からか、あ、そうなんだ、川口、すごい嬉しい、川口つながり。茨城の、あ、そうか、言うんだね。じゃあこの辺あれかな、ちょうどコメントも。あ、じゃあ来年の抱負でも言う。うん、ちょっと、筑波山ロープウェイ、そう、筑波山ロープウェイとかケーブルカーあるから、これを、あの、あ、そう、ケーブルカーね、うん、いいかも。乗ってしまうかも、私も、ね、確かに、うん、はい、うん、じゃあ来年の抱負言う。来年の抱負、なんだっけ、抱負ってか、じゃあやりたいこととかある。なんだっけ、カンペなしでだよ。普通に聞いてるの。来年やりたいこと、うん、あー、だからそうだね、うん、なんでもいいんだよ、挑戦したいこととかさ。挑戦、いや、それはあるよ。あるの。うん、できれば。いいの、いいの、言っとけばいいじゃん。そうだね、グッズ販売。ああ、それだったんだ。言おうかなと思ったんだけど。あ、本当。うん、できたらね。そのなんか、あの、ね、グッズ販売とかじゃなくてね、うん、ちょこちょこってちょこちょこっとちょこちょこって、そう、そうですね、その本当にだから、そのステッカーからね、うん、考えたいよね。かん、うん、はい、ね、なんか、あの、そうだね、本当に欲しい人がいてくれ、くださったら、うん、くださったらの、ね、伴ってないとね、うん、なかなか。確かに確かに、うん、なんかグッズ販売とかでもね、1万人とかさ、そのぐらいいったらなのかなと思ってたけど。いやいやいや。だからまだ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 、あの、そういうのは先の話かなと思ってたんだけど、うん、でも今日ね、ちょっともうちょっと話を聞いてみよう。うん、そうだね、どうやったらいいのかとかさ、うん、どうやって販売したらいいんだろうとかさ、うん、もう本当になんか、あの、ね、あの、渡したいじゃん。ん、渡したいっていう思いじゃん、なんか。うん、あ、ステッカー。そう、うん、そっから始まったじゃん。そうだね。うん、本当それなんか、うん、ステッカーは本当にメインとかじゃなくてよ。うん、本当にそういうなんか気持ちで、ありがとうございますっていう。うん、ね、申し訳ないけど、送料はすいませんのけど、そう、渡したいかったんだよね。全部、うん、そうそうそう、ただ全部手渡しでできない、できないから、から、うんうん、っていうのをやってみたいよね、うん、来年は少しでも。そうだね、うん、あと上高地行って、あと小屋博行って、うん、山登ってキャンプもして。忙しいね、うん、キャンプもしてね、なんか、うん、そうだね、あの、地方とか行って美味しいもの食べたりしたいしね。地方行ったら登んなきゃダメよ。そっか、でも登る、そのスケジュールができないんだよね。そうなんだよね、なかなか。まあまあまあ、とりあえず、まあ、自分たちが楽しもうよ。うん、そうだね、うん、いやね、なんかこんな見ていただいてる方、本当に嬉しい。信じられないぐらい、信じられないよね。わあ、すごい嬉しいね。あ、筑波山行き大丈夫ですよ。あ、よかった。お、夜景が綺麗。厚木の、あ、天田本線。お、近いな。近い。
すごいね、ゆるっと続けてほしいです。ありがとうございます。ありがとうございます。無理しないで続けます、ね、でもやっぱ動画を優先したいから、うん、と思うとね、なかなかちょっと手が出せないんですけど、そう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 、私がもっとあの早くできれば、うん、そうね、いいんですけど頑張ってください、うん、頑張ります。優しすぎる、ね、すごい嬉しいお言葉、ね、ありがとうございます。本当に結構常に200人は以上いてくださって、本当にありがとうございます。本当そうだね、なんか、うん、ね、前めちゃくちゃ緊張したからね今日。なんか前はテストだから、うん、まあパーって勢いで行ったけど、ね、今日予告してたばっかりに、うん、すごかったよ ね、もう2、3時間前からどうする、ね、どうする、うん、なんかもう緊張、もう自分との戦いだと思って緊張して、そうそう、やばい、テーマがないっつって、うん、どうするどうするっつってね、うん、そうなんです。やっぱりああいろいろ、そうだよね、いただいてるね、メルカリとかベースとかいろいろ、ね、今日もね提案してもらってたんで、ちょっとこの辺はもし万が一決まったらね、そうだね、はい、うん、ありがとうございます。みほさん頑張ってますよありがとうございます。何が、まあまあ、めちゃくちゃありがたいな、ほんと頑張ろうぜ。ああ、いつか、そうですね、あ、すごい、すがちゃんさん、すがちゃんさん ね、あの、ぜひぜひ得意ビデオキャンプじゃなくても、ね、もしね山とかどこかで会えたら嬉しいです、うん、優しいな、本当にありがとうございます、ね、五日山で、そうですよね、あ、どう、謙虚なお二人が、ありがとうございます。うわ優しい、何気ない飲み動画、あ、飲み動画とかいいって言ってくれる、嬉しいよね、嬉しいよね、本当に何気ない、泣いちゃう、 ありがとうございますぜひぜひ、うわー嬉しいな、もう無で見ちゃってるから申し訳ない申し訳ない、すいません、そう、ね、ありがとうございます。元気なお二人見えて嬉しかったです。これからコメントゆるっと山動画楽しんだ、あ、もう皆さん、ね、コメントもいただいてありがとうございます。ゆるっと山の、ね、そうだね、なんか基本うちらゆるいからね、そうマジでゆるい、山でもゆるいし、そうマジで山じゃなくてもゆるいし、うん、秋彦さんすいません、ありがとうございます、高すぎるよ前は何枚ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しいです、コメントもいただいて、ね、すいません、第1回本当ちゃんとしたライブ第1回だね、そうだね、今回テストじゃないライブ、ありがとうございます、はい、来年登録者1万人達成します、だって、そんなそんな、そんな、でも頑張ります。どこに書いてあった、あ、本当だ、すごい、次のライブも楽しみです、ありがとうございます。年内5000人もいいだな、年内5000人行けたら嬉しいっす、ね、けたら、それでもだいぶすごいよ、でも今だと全然合ってせんの、行けたら達成ライブします、はい、5000人いたら、ね、頑張ります、優しい、ちょっと後で全部見返しますね、体調管理気をつけて、うん、そうですね、気をつけます、憂鬱なに、あ、ありがとうございます、元気出ました、楽しかったです、あ、明日ね、ブルーマンデーですよねありがとうございます、そうだよね、皆さんそうだよ、もう明日仕事よね、あ、何も考えずに2人のインスピレーションで動画を作ってください、あ、嬉しいです、温かいお言葉ありがとうございます、ありがとうございました、じゃあそろそろね、嬉しいですね、そうか、そうだね、そうだね、うん、ありがとうございました、じゃあ今年も1年ありがとうございました早い早すぎる、11月、ね、ちょっとそうだね、早いけど、うん、今年1年、一応まあプチ忘年会、うん、プチ忘年会で、ね、あのなんか至らないところもたくさんあったと思いますが、うん、はい、見ていただいてありがとうございました、ね、またライブしたい、うん、できたら ね、ちょっともうちょっとちゃんとテーマ考えよね、ちょっと喋りが下手なん です、すみません、ありがとうございました、ありがとうございます、本当に温かい言葉、また全部見返します、はい、ぜひ
ありがとうございました。ありがとうございます。謎のぜひって言っちゃった。ありがとうございます。じゃあまた、はい、皆さん、いや、良いお年をっていうのは早すぎるよね。早すぎるね。またどこかで。ちょっと待って、消し方知らないぞ。ちょっと待って。どっち先だっけ？こっちか。はいはい。またどこかでお会いできたら嬉しいです。はい、そしてライブもしたいです。はい。ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。また、バイバーイ。今週の動画でお会いしましょう。